ブレーキ効かねちょっと。皆さんこんにちは、ヒロです。いつも動画の方をご視聴いただきありがとうございます。今回からなんですけども、まあ今先ほど画面でも出てきましたが、バイクのレストアですね、こっちの方に挑戦してみたいと思います。で、まあなんでバイクのレストアやるんだっていうことなんですけども、まあ、今までね皆さんと一緒に海外の方を旅してきたと思うんですが、まあ、日本国内もねやっぱりいいところというか魅力的なところたくさんあって、まあ、そこにもね、行きたいなと思いまして、ただまあなんでしょう、まあ、公共交通機関とか車とかで行くんだったら、まあ、簡単に国内行けるじゃないですか、まあ、それじゃやっぱなんか面白くねえなと思って、まあ、何かストーリー性が欲しいなということでバイクだと、ひらめいて、バイクを買うことにしました。でまあ、ただね、動くバイク、まあ、要はショップで買ったりとかお店で買ったりとかすればね、もう綺麗な状態で手に入るんですけども、それでもやっぱ面白くないということで、じゃあポンコツを買おうということで、今回はねこちらヤマハの TZR50R を購入しました。まあ、大きさはね、まあ、見ての通りかなり大きいと思うんですけども、一応原付き、50cc ですね。なんで普通免許があれば皆さんこれは乗れます。ちなみにスペックはこんな感じです。2ストロークエンジン、水冷単気筒、 49cc、 7.2 馬力の原付きバイクになります。今ではネオクラシックの分類に入りますね。まあいわゆる旧車になります。はい、それではね、まず現状のね車両紹介していきたいと思います。まずですね、頭の方からいきます。ヘッドライト周りですね、まあ、メーターヘッドライト、ないですね。まあ、現状今ないので、これは何かしらの手段でヘッドライト、あとメーターですね、まあ、その他をちょっと手に入れないと行動が走れません。ウインカーもないですね。でまあ、あと少し下がってきて、まあ、タンク周りですね、まあ、へこみとかはそんなになさそうなんですけども、結構傷が多いですね。で、次タンクの中なんですけども、はい、やっぱり、思った通りですね、激サビですね。このサビはこのまま放置しているとどん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 サビも進行して、最悪穴が開く、あと最悪ですね、まあ、走ってる時にですね、このサビがキャブに入ってエンジンが止まる原因になりますので、まあ、このサビはなんとか除去しなきゃいけないと思ってます。なんでそう閉じたんですか。臭いから。ガソリンタンクがこんな感じだね。いやこれやばくせえやこれマジで。これあんま表現正しくないかもしれないけどさ、バイクの刺繍って多分なんかガソリンが腐った匂いだと思うんですよ。これ死んでますね、完全にね。これね、刺繍がするこれで。次はシートなんですけども、なんかわけのわかんない表皮が貼ってあるので、これは嫌なので貼り替えます。で次はね、後ろのテールカウル周りですね、まあ、社外品の FRP 製の、テールカウルがくっついてます。しかもバキバキですね。まあ、これもね、塗装はまあ置いといたとしても、このバキバキは直したいと思います。でテールランプがないので、これも何かしらの手段でね手に入れないと行動が走れないですね。あとウィンカーもないですね。ナンバーもつけるとこもねえじゃんかよという感じなんですけども、まあ、これもねなんとか手に入れたいと思います。でお次はフロント周りもう一回戻ります。フロントフォークと、あとタイヤブレーキですね。でフロントフォークはもう見ての通り激漏れのドゥルドゥル状態ですね。もうこれは絶対にダメなので、フロントフォークのシールとあとオイル交換をしたいと思います。で次にタイヤなんですけども、溝があったんで、あまだ全然いけんじゃないのと思ったんですけど、まあ、よく見ると2010年製のタイヤ、今から約13年前に製造されたタイヤですね。もうさすがにこれはもうカッチカチやぞっていうような状態だと思うので、非常に危ないのでこれは交換します。であとブレーキに関しては、フロントフォークのオイル、まあ、要はそこからフロントフォークから垂れたオイルがブレーキに付着して、まあ、ブレーキ周辺がドゥルドゥルになってるような印象ですね。まあ、まだバラしたわけじゃないんで何とも言えないんですけども、今のところ予定では、ディスクプレート、ブレーキのディスクプレートはこのまま使います。でキャリパーは状態によっては、まあ、オーバーホールしようかなと思ってます。ブレーキのところにディスクにフォークオイルが垂れちゃってブレーキが効かない。これダメだね。タイヤもこれ2010年製だったよ、確か。結構古いね。古いね。ああ、これ逆見えづらいけどね。2010年の九州。何年前だよ。13年前。ゴミじゃん。
はい、でそれで次はねリア周りですね。このバイクなんとリアね後輪ディスクブレーキ、贅沢ですね 50cc のくせにと思うんですけども、もしかしたらパッド交換で、終わらしちゃうかもしれないです。で次にね、ドライブチェーンですね。このチェーンもちょっと錆びちゃって、が錆びがすごいのと、あとまあ完全にちょっと伸びきってますね。もうアジャスター調整できないので、これも交換したいと思います。でまあ、次なんですけども、まあ、マフラーですね。まあ、なんかよくわかんない謎のメーカーのチャンバーがくっついてます。まあ、まだエンジンかけてないんで、まあ、どんな音がするのかわからないんですけども、まあ、中のサイレンサー、まあ、グラスウールもクソミソになってんだろうなと思うので、まあ、マフラーもねオーバーホールするか交換するかはちょっと考えたいなと思ってます。はい、でそれはね最後は、皆さんお待ちかねエンジン周りですね。はい、まあ見ての通りなんですけども、オイルでドゥルドゥルテロンテロンクソミソ状態になってますね。もうマジで汚ね、はい、になります。まあ各所ねオイル激漏れしちゃってるんで、まあそこもちょっと見ていかなきゃダメですね。いやシリンダーも激錆びてますね本当に。まあまずはね、キャブレターの方一回オーバーホールして、次回エンジン始動チャレンジをしてみたいと思います。じゃあ早速整備スタートという前にですね、まずはですね車体についたホコリだったり汚れ、あと油ですね、これをねしっかり落としていきたいと思います。やっぱりね油まみれですね、汚ねえし触りたくねえし工具汚れるしみたいな、もうテンション下がるんでしっかりきれいにしていきたいと思います。で今回はね、3SK っていうね水に溶かすタイプのねパーツクリーナーをね使ってます。まあ、こうやってエンジンとか、各所に吹きかけて油汚れをね落としていくような感じですね。で最後に高圧洗浄機で洗浄をしておしまいになります。フロントフォークのフォークオイルが、まあ、漏れたやつがさフォーク伝ってさブレーキの方まで来ちゃってるんですから、もうブレーキ効かないんだよ。で後ろは引きずってるし、どうしようもねえ。あ、調子悪い。ああ、今はね、このお約束ということで。え？もう汚いもん。あ、だから油が溶けて汚ね。ゲロやん。もうこの2ストエンジンのバイクなんですけども、今の10代から20代前半の子たちはもしかしたら知らないかもしれないですよね。アラサー、アラフォー世代ではちょっとした憧れだと思うんですよね、この2ストバイク。それでアラフィフ、その上の世代の方たちからすると馴染みがあったり懐かしさをね覚えるんじゃないでしょうかね。それと最近知ったんですけど、なんかゆとり教育がスタートする以前は小学校の家庭科の授業でこのなんか2ストエンジンのバイクについて勉強していたって聞いたんですけど、これ本当ですかね。僕聞いた時びっくりしちゃいました。もしね勉強したよって方いたらコメントで教えてくれたら嬉しいです。はい、それではね今回の動画はここまでになります。次回はねキャブレターをオーバーホールしてエンジンが始動するのかエンジン始動チャレンジやってみたいと思います。じゃあ次はキャブだね。こいつを外して清掃して状態見ていけそうだったら組んでエンジン始動チャレンジをしてみるという流れでいきます。こいつだね、まずねキャブ外します。はい、それではねキャブの取り外し始めます。さっきからねキャブ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 言ってますけども、正式名称は、キャブレター、日本語ではね気化器なんて言い方もします。液体のままでは燃えづらいガソリンを霧状にして空気と混ぜて燃焼をしやすくしてあげるための大切な部品になります。古いバイクの不動やね不調はね大体ねこのキャブレターから来るものですので、まあレストアのね、第一歩、初歩としてここからね皆さん手をつけるんじゃないですかね。はい、次はね、リードバルブを取り外してます。このバイクはねクランクケースリードバルブになります。このリードバルブはキャブレターからエンジン内部へ送った混合機の逆流を防ぐ逆止弁になります。はい、それではねキャブ外れました。まあ汚いですね。まあこれはオーバーホールしなきゃダメですね。でリードバルブね特に欠けもありませんでした。であとインテーク側も清掃していきたいと思います。はい、じゃあこれからキャブオーバーホールしていきます。いやーこれすっげー来たね。やばいねこれね、全部ガソリンが劣化してこびりついてるような感じだね。いやひどいな。まあ多分ジェット類とか多分全部もう詰まっとるから、一回全部バラして、まあ状態がねどんな風になってるか見ながらオーバーホールしていきたいと思います。汚ねえなおいこれ。フロート室のねビス取れたんでとりあえず開けます。オープン。おー汚ねえあこっちやばいね、フロートやばいね、なんか謎の白い物体が張り付いとる。汚ねえこれ。
った以上にはひどくない。まあ綺麗ではないけどね、もちろんね。これメインジェットね、穴は塞がってなさそうだね。番号、ジェット番号わかんねえわ。まあとりあえず最後ね洗浄するんで、その時に多分ね綺麗にすれば見れると思うんでね、バラシ進めます。フロートもさっと抜けてくれる。あ、フロートピンですね。さっと抜けてくれるね、ありがたいな。フロートが取れて、まあ段付けはねなさそうだから、とりあえずこのまま行こう。やべ、名前がねすっ飛んじゃった今。ボケてるね。まああれだと作れそうだったら作ってみようかな。うん、これはもうちょっと交換だね。これダメだね。スロージェットだね。スロー、あれはね、スローもなんかね、もしかしたらこれ詰まってないかも。ああ、回る回る回る。思った以上にひどくない。まあ綺麗ではないね。あ、スローも詰まってねえわ。マジか。もうちょっと拍子抜けだな。まあ汚いから結局外して掃除しなきゃいけないけど、思った以上にひどくねえぞ。じゃあ次、チョークね。チョークもね、秒で取れるわ。お、長っ。いう仕組みらしい。はあ、これでね、通路を塞ぐか、開けるかだね。で、次は、アイドルスクリュー。まあ、こんな感じかな。そんなに、まあ、普通に汚えぐらい。そんなに、ブーブー言うほどではないかな。で、最後はエアスクリューかな。こいつだね。とりあえず、一回転の。人4分の1しか開いてねえな。結構これ開いてないね。だいぶ濃いめセットか。はい、じゃあとりあえずねこれでね全バラ完了だね。はい、それではねキャブレーターの洗浄を始めまーす。まあ、まずねこのフロート室、こいつをね軽く掃除してね、あの他のジェット類、あとボルト類をねパーツクリーナーに、まあ、せっかくに言うとキャブクリーナーにねちょっと付け込みしたいと思います。なんでね軽めにこいつをねまず掃除します。きったねえ、なんだこれ。まあこの辺ね、もう全部入れちゃいます。はい、じゃあこれ突っ込んだらね、次はねこのね、市販で売ってるねこのキャブクリーナーで少しつけ置きして汚れを浮かしていきたいと思います。はい、こんな感じかな。はい、これでね少しつけ置きします。やべえ、なんか思った以上にくせえなこれ。くせえ、ちょっとこの辺ね、フロートの辺はね、あの普通に拭いていこうかなと思います。それで汚れはね取って落としていきたいと思います。最後はね本体はねキャブクリーナーで清掃しようとしてたんですけども、なかなかね思った以上に汚れが落ちなかったですね。なのでね、やっぱりここはねあいつの登場かと思います。出ました、 3SK ですね。本当ねこいつマジで優秀です。まあ、今回ねバイクの部品をね洗浄するのに使ってますけども、キッチンとかね油汚れひどいところにもね使えて、ね日常生活でもね結構これ使えるんですよね。でね、だいたい1000円ぐらいで一袋売ってるので、かなりお買い得ですね。ぜひおすすめなのでね、もしあの頑固な油汚れ困ってる方いたらぜひ使ってみてください。ちなみにこれ案件ではないです。はい、キャブ終わりました。だいぶ綺麗になったんじゃない。さすがね 3SK 素晴らしいですね。まあ、中もねバッチリ綺麗になりました。まあこのぐらいだったらいいでしょう。うわ、汚ねえ。結構な色だね。すごい色。はい、それじゃあね全部とりあえず清掃終わりました。最初ねもっとねクソ汚かったと思うけどね、だいぶ綺麗になったとね思います。はい、じゃあこれからねこの部品たちをね組んでいきたいと思います。はい、今ねキャブレタークやっと組み立て始めたんですけども、まだまだレストはね完了するまでには先が長いですね。まあ今キャブですけどね、まあこれからまだスピードメーターだったりとか、あとまあリアのテールランプ、まあフロントフォークにタイヤも交換しなきゃいけない、チェーンもやらなきゃいけない、でエンジンもどうなるかわからないと、まだまだやること盛りだくさんですね。まあでもまあ何が面白いって、まあこうじゃねえとかああじゃねえとか、うわ汚ねえとかくせえとかね文句言いながらもね、まあ少しずつこうレストア進めて治っていく、まあやっぱそういう感じが面白いですよね。はい、じゃあねここまでとりあえずねキャブレーターはね仮組終わりました。ただねこれでね最後ねパッキンつけてビス締めればおしまいなんですけどね、もうねフロートのパッキンねもうクソ味噌なんでね、新しいのを作りたいと思います。はい、じゃあこれからねガスケット作ります。こんな感じでね市販で売ってるねベースガスケット、購入してきました。こいつでね、フロート室のパッキン作りたいと思います。
こんな感じですね。切ります。はい、それではね、フロートガスケットなどができました。ちょっとね、形はね、近くで見ると微妙なんですけども、まあとりあえずこれで大丈夫かなと思います。はい、それではね、キャブの方ね、首上がりました。どう、だいぶ綺麗になったでしょう。まあ、若干ね、この辺のチョクとかね、ちょっとサビはありますけども、まあ全体的にはね、綺麗になったんじゃないでしょうか。じゃあこれをね、車体の方に取り付けていきたいと思います。はい、それではね、車体に取り付けていきたいと思います。まずね、先にリードバルブを取り付けてからキャブレターを取り付けるような流れになります。まあ、この日はね、すごく天気も良くてね、まあ、しっかりキャブもオーバーホールできたということで、まあエンジンかかるでしょうと思ってたし、最悪まあ点火系とかね、ダメだったらちょろっと見ればね、なんとかなるでしょうと思ってたんですけど、ここでまさかの事態が起こります。はい、今ね、リードバルブをね、取り付けて、ね、これからね、キャブレターを取り付けて、作業進めていこうと思ったんですけども、まさかのね、エンジン始動チャレンジ、ちょっと今日無理かもしれないですね。っていうのが、セルモーターがないですね。うわ、これ気づかんかったらマジで。ここのね、この穴がめくらになってて、でここの2つのボルトで取り付けてるはずなんだけど、セルモーターがないね。今ね、セルモーターのね、欠品に気づきました。で、今日はね、エンジン始動チャレンジの本当は予定だったんですけども、セルモーターがないとね、ちょっとエンジンかけられないので、これキックスターターがないんで、セルか押し掛けしかないんですよ。セルモーターをね、これから探して注文したいと思います。いや、まさかの、こんな形で、ね、エンジン始動チャレンジ失敗に終わるとは思いませんでした。まあ、ただね、このままね、引き下がるだけでつまんねえので、エンジンのね、腰上のちょっとね、バラしてみたいと思います。まあね、いずれね、一回バラして中のね、まあ、クランクシャフトの様子とか、まあ、ピストンどうなってるのかなは見ようと思ってたんですけども、まあ今回セルモーターなかったということで、まあ、先にバラして状態を確認して、まあまた戻してっていうような感じにしたいと思います。クソ錆びてるくせえな、これ。皆さん、今回エンジン始動チャレンジできなくてすいませんでした。この車両もともとレース車両だったので、軽量化のためにおそらくセルモーター外されてたんじゃないかなと思います。ということで、次回はね、エンジンを開けていきたいと思います。まあ、そしたらね、まさかの事態に、もう笑うしかないような感じでしたね。はい、まあ察しがいい人はどういう状態だったか想像ついてるかもしれないですけども、まあ、次回はね、エンジン腰上をね、開けて様子を見ていきたいと思います。前回はエンジン始動チャレンジを目指してキャブレターのオーバーホールを行いましたが、しかしセルモーターが取り外されていることに全く気づかず、自信満々でエンジン始動チャレンジに失敗したヘッポゴ素人。まずい、これでは取れ高に問題があるだろうということで、焼きが回ったのか、エンジンの腰上を開けてみるということにしました。今回はエンジンの腰上を開けて中の状態を確認していきたいと思います。それでは分解始めていきます。まず冷却水が循環しているラジエーター周りの部品を外していきます。今回分解する腰上部分なんですけども、主にですね、シリンダーヘッド、シリンダー、まあ、あと内部にはピストンですね、この部分をエンジンの腰上、腰下はクランクケースのことを言いますね。で、今回はシリンダーヘッド、シリンダー、あとまあピストン周りですね、その腰上部分を分解して、クランクシャフトという部分のね、部品の状態を確認してみたいと思います。2ストは4ストのようにオイルがね、クランクシャフトを潤滑してないので、結構傷みやすいんですよね。なんでね、まあ大丈夫だとは思うんですけども、一応ね、確認をしたいと思います。さあ、ラジエーターキャップ外してみよう。なかなか水出てきた。上。やべ、クソ錆びてるくせえな、これ。何これ、やばくね。うわ、冷却水になんかオイル混じってるっぽいんだけど、これ。うわ、これ地獄や。ただのマジで、ちょっと一回ね、これ水抜いて様子見ます。ボルトもやばくね、これ。一個見える、ここ。
ここバカ痩せてんだけど腐食して痩せちゃってるよ。何これ、閉めてみた。こんなボルトがねめちゃくちゃ痩せてたんですけども、おそらくねこれ冷却水に真水使われてたっぽいですね。まあレース車両なんで、まあ、真水の方がね冷却する不純物が少ないので冷却効果が高いということで、おそらく多分真水が使われてたっぽいですね。これ見るとウォータージャケットもサビやばそうですね。ウォーターポンプですね。あ、ダメだな、サビ取るなこれ。はい、次はねラジエーター本体を取り外すためにラジエーターホースを今取り外してます。まあこれもね、まあ、やっぱりゴムなんでね経年劣化があるので結構張り付いてましたね。さっきラジエーターに冷却水とオイルが混じったものがね入ってたのを見たんですけども、もしかしたらこれ一回オーバーヒートしてる可能性ありますね。まあっていうのが、まあ、冷却水に、ね、オイルが混じるとね冷却効果が著しく落ちるので、まあ、もしかしたら焼き付きも可能性としてはありえるかなと思って外してました。はい、じゃあまずねラジエーター脱着ですね。いやーこいつねやばいね、もう見るこのサビ、これねもう完全に冷却水がね劣化してエンジン錆びさせちゃってますね。これウォータージャケットやばいだろうなこれで。ちなみに、中もね、まあ、サビサビですね。プラス多分ねこれギアオイル、モーターポンプの付け根のね多分シールがいって、多分オイルが冷却水と交わって、エンジンなんかぐるぐる回したんじゃないでしょうかという感じですね。いやこれやばいね。はい、次はねマフラーを取り外して次にシリンダー周りをねアクセスしていきたいと思います。シリンダーヘッドね今アクセスしてるんですけども、まあ本当シリンダーのねサビがねすごいんですよね。でまあ全体的にやっぱり、まあ、車両自体も古いので、まあもちろんサビとか経年劣化とかってのは当たり前なんですけども、まあやっぱり30年前のバイクになるとねなかなか綺麗な部分を見つける方が難しいぐらい、まあみんな傷んでるようなやっぱ印象ですね。でまあ車両の印象なんですけども、おそらくなんですが前のオーナーさん、まあぼちぼち大事には使ってくれてたんじゃないかなっていう印象ですね。っていうのがまあなんかわけのわからない改造とかなんかこう無理をしてね壊しちゃったような印象は見られてないですね今のところ。はい、でね走行してるうちにそろそろヘッドが外れそうですね。あ、取れた。あ、ガスケット飛んでちゃった。外れてみて中見てみたんですけど、あれなんか中ねいい感じかなって思いました。クロスアッチもちゃんと残ってるし、まあ若干ねピストンヘッドにカーボン溜まってますけども、まあこんなのはねまあって感じですね。シリンダーのヘッドの方もね、まあ、カーボン溜まってるぐらいなんで、まあ大したことないかなっていうふうに思ってちょっと期待をね膨らませて外してみたんですけど、うわなんか抵抗すごいな。抱きすぎなのかこれ、がっつりいってるな。深い傷はなさそうだけどちょっとこれ微妙だな。まあまだ若干クロスハッチは残ってるな。はい、シリンダーとピストンが接触した形跡が見つかってしまいました、まあ、大きな傷は見受けられないんですけども、まあね、やっぱり一度ねこう、まあ、抱きつきの現象が、ね、起きてるシリンダーなので、まあ、ちょっとテンションが激下がりしてますね、まあ、もちろんねこう完品であるとはね思ってなかったですけども、やっぱり抱きついちゃってるって知っちゃうとちょっとねって感じです。正直いやこれ完全にぶつかってんなこれ、ダメでしょこれ。しかも吹き抜けしてんじゃん、ピストリングもダメだったんだろうな。はい、テンション下がり気味ですけどもとりあえず作業進めていきます。まずピストンを外してクランクシャフトの状態をね見てみたいと思います。もしね縦にガタつきがあったらこのクランクシャフトダメなのでね全特化になるんですけども、今回は運が良くね、縦型はありませんでした。横の型はね少しありましたけども基準値以内だったのでクランクシャフトはこのまま再利用します。はい、それではねさっき外した、エンジンですね、ちょっと軽くもう一度ね見ていきたいと思います。まあ、まずヘッド、ですね、シリンダーヘッドはとりあえず大きな傷はなく、まあ結構スラッチが溜まってるような感じですね。まあこれはね洗えば使えるというか綺麗にすればね再使用はできるかなと思ってます。で、まあさっきね外してちょっと絶句してしまったエンジンですね。
シリンダーにね、こうやってね、見えるかな、傷が入っちゃってる状態ですね。でもね、指でね、触った感じではね、特に引っかかりとかはないんだけど、まあ、シリンダーとピストン接触してるということなので、ちょっと圧縮漏れが怖いよね。で、まあ、これがピストンだね。結構がっつり傷入ってるよね。まあ、リングも多分ダメだったんだろうね。もう下がね、黒くなって、多分吹き抜けちゃってたんだと思う。まあ、ピストンもダメだね、完全にね。もう傷がすごいし。このシリンダーはちょっと使いたくないんで、新しいのに変えようと思います。ただね、このね、TZR のね、パーツリスト見たんですけどもね、こいつ自身はね、もう新品じゃないので、なんとかね、中古のやつをね、探すしかないっすね。このシリンダーね、調子いいやつ出てくればいいんだけどね。まあ、そんな感じです。はい、それではね、ここまで動画の方をご視聴いただきありがとうございました。今回はね、シリンダーがダメだったという事実が発覚してしまい、がっつりテンションが下がっちゃいましたけども、次回は新しいエンジンをなんとか見つけました。こいつからシリンダー移植できればなと思って、次はエンジンをまた分解します。お前どんだけエンジン分解するねんってことなんですけども、次回もまたお付き合いいただければ嬉しいです。前回レストア中の不動 TZR50R エンジン腰上を分解しました。もともとレース車両であったせいか、シリンダーが焼き付きを起こしていることが発覚しました。このままでは圧縮漏れ、エンジン不調の原因になり、最悪走行不可に。それではいかんと思い、シリンダーを探すもすでに廃盤となっていました。なので今回は費用を抑えるためにジャンクエンジンを購入。果たして具合のいいシリンダーは手に入るのか、お宝探し感覚で楽しんでいきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、それではまず購入したエンジンがこちらです。某オークションで送料込み1万6000円で購入しました。 TZR50R4EU 型エンジン。この外見は割と綺麗なエンジンかなと思いますが、とある理由で車両から取り外され、ジャンクエンジンとして売られていました。その理由は分解を進めながらお話しします。今回の主な目的はシリンダー、その他の部品は状態が良ければ移植、もしくは修理ストックとして保管しようと思っています。それでは早速メインのシリンダー分解してみましょう。エンジンにはたくさんのボルト類が使用されているので、インパクトがあるとめっちゃ便利です。おっと、お、待って、だってシリンダーいいんじゃねこれ。結構綺麗だな。シリンダー良さそうだね。傷がなさそうだな。ちょっと今まだ完全に外したわけじゃないけど。あ、これ全然多分具合いいんじゃないかな。あ、これは大丈夫だね。クロスハッチもしっかりちゃんと残ってるし。全然問題ないね。これだったらエンジン復活するわ。これは当たりだね。今シリンダー取りました。ピストンね、まあ上にちょっとカーボン残ってるけども、全体的に綺麗ですね。全然傷なさそうだな。クランクシャフトもね、バリ綺麗。はい、傷の少ない綺麗なシリンダー手に入りました。やったね。ちなみにシリンダーボーリング、ホーニング作業を依頼するとだいたい3から5万円ぐらいかかるっぽいですね。中古でもシリンダーは結構出回ってるんですけども、状態が悪いものが多く、状態がいいものはぼちぼちいい値段します。今回は費用を抑えたかったので、ジャンクエンジンから部品取りを選択しました。で、こんなにエンジン綺麗なのになんでジャンク扱いになってるかというと、理由はこれです。これね、あのクランクケースの下側ね、多分割れちゃったんだろうね。焦げて割れたのか分かんないけどね、もうね、すごいね、割れちゃって、なんかゴムとかコーキングみたいなのでね、とりあえずこの割れを補修してね、ミッションオイル漏れてんのをね、防ごうとしてるんだけど、やっぱダメだね、一回こうなっちゃうとね。まあ、というわけでね、わざわざね、これをね、バラしてる理由はね、このエンジン自体はね、使えないってことなんだね。まあ、そういう理由でね、わざわざ今ね、部品を外してね、乗せ替えをしようとしてます。このエンジンがジャンク扱いになってしまったのは、クランクケースからのオイル漏れによるものですね。今俺がね30、まあアラサーなんでほぼ同い年ですね。29年前だよ。1994年のエンジンかな。1994年ってよって話よね。そんなね30年近く前のエンジンがね、未だにこうやってね、あの綺麗な状態で、ね、残ってたりとか、まあ、するとね、本当になんかありがたいよね。この心を大事にしてくれたオーナーさんがね、いたから俺が今度 TZR 直せるってことなんで、ありがたいよね。
まあ、今回ねジャンクエンジンを選択して、まあ、今こうやって、ね、分解しながら部品取りしてますけども、まあ、なかなかね中古市場ね程度のいいエンジンないですね、まあ、特にねシリンダー本当にねこれ傷ついてたりとか破損してるものがねめちゃめちゃ多い。この TZM、TZR、RZ50 のエンジンなんて本当に中型とか大型バイクのエンジンをそのまま 50cc にしたような構造をしてるから、まあ、やっぱメンテナンスの部分に関してもしづらいところって結構あると思うんですよ。やっぱ特にねあの水冷、まあ、要は冷却水が循環してるっていう風になると、まあ、やっぱりなかなかこう専門知識が必要になるんで本当にその50cc のエンジンでこれを搭載することはめちゃくちゃ豪華だけど素人の人がしっかりメンテナンスをしてあの長く乗るっていうのは結構難しいよねこれは本当に。今ねこのクラッチ側ね開けて中のねクラッチプレートとか使えたらいいなと思って外してみようかなと思ったんだけどね今ねミッションオイル抜いたらね抜こうとしたらすげえ垂れてきてで見たらねもうなんかねもうこんな色になっとるねこれ完全乳化してるわこれ。ミッションオイルと冷却水混ざっちゃったんだろうなこれ。あららって感じだね。クラッチがねサービスマニュアルだと3枚のはずなんだけどねプレートがねこれ4枚入ってるね。これ RZ50 のねクラッチをそのままがっつり移植したような感じで、まあ、定番のカスタムのやり方らしいけどちょっとサビ入ってるね。若干張り付き起こしたっぽいな。何十年も多分使ってなかったエンジンで動いてなかったエンジンだからまあしょうがないよね。で、まあ、最近なんですけども、まあ、この TZR50R 修理し始めてから、まあ、他のツースト乗りの YouTuber さんの動画とか、まあ、ツーストバイクについてちょっといろいろと見てるんですけども、まあ、なんかあの焼き付いてしまったりとかエンジンがぶっ壊れちゃう原因のほとんどってなんかツーストオイルが切れてなくなるというよりも、まあ、例えば冷却水だったりとか、まあ、エンジン自体の温度上昇によって、まあ、ピストンが膨張したりとかあとまあシリンダーが変形しちゃったりとかでそれで接触、まあ、シリンダーとピストン接触しちゃって焼きついちゃうみたいなのがなんかほとんどなのかなっていうような最近印象を受けていて、でツーストの 50cc の水温の適正温度って何度ぐらいなんですかね。サーモスタット見るとだいたい50度ぐらいで開き始めて65で全開になってるんで、まあ、70度いかないぐらいに水温は保ちたいなと思ってるんですけど皆さんどれぐらいで管理してますかね。もし分かる方いましたら教えていただければ嬉しいです。いやこれクランケース割れたわけじゃなさそうだぞ。あ割れてねえじゃんこれ。ってことはこれクランケースもいけるパターンじゃん。よいしょ。ああクランクショフトも綺麗だな。ミッションも中も綺麗だね。ベアリングは別にいかれてないし、ああすげえ綺麗だなこれ。全然これ走ってないのかもな。クランクショフトめちゃくちゃ綺麗だもんな。ああこれはなかなか当たりエンジンちゃんでしたね。素晴らしい。それではね全部エンジン部品がね分解できました。こんな感じで結構ね部品点数やっぱ多いですね。まあでも他の車バイクに比べたら少ない方なんでしょうけどねきっと。でまあね今回これでシリンダーは手に入りましたし他のね、エンジン部品もねストックとして十分手に入ったので大満足ですね。まあねこれ見てるとね僕にはもう宝の山にしか見えないですね。はい、それではね今回外した部品のおさらいですね。まずはシリンダーいきます。もうこれね本当に綺麗ですね。もう最高です。本当にねこんな綺麗なシリンダーだと思わなかったんで、まあ、これであればね間違いなくエンジンは始動できるんじゃないかと思ってますのでこいつをね移植していきます。でピストンもねまあ、若干洗浄をして綺麗にはなったと思います。まあカーボンちょっと残ってますけども、まあ、これも問題なく使えるんではないかと思ってこれ使います。で次はねシリンダーヘッドですね。こいつもねなんか綺麗なんですよね。全然錆びなかったんで、こいつも使っていきたいと思います。で次はねジェネレーターケースとジェネレーターコイルですね。こいつらもねすごくね綺麗だったんでこれも使っていきたいと思います。まあ今回外す車両がねどういう状態かにもよると思うんですけどまあこれもね交換していきたいなと思ってます。
はい、であとフライホイールですね、こいつもね、まあ、若干錆び出てますけども、まあ、全体的に綺麗なので、こいつもジェネレーター交換するときに一緒に移植したいと思います。ただね、セルギアが今これないんで、まあ、相手、まあ、今の車両についてることを祈ってます。でもしなかったら、あのまたエンジン始動チャレンジ失敗ですはい、次はねクラッチ一式ですね。クラッチもね、これもともと多分 RZ54 の4枚クラッチがくっついてたん でこいつに移植したいと思います。もともと TZR50R は確か3枚クラッチなので、まあ、4枚クラッチの方がね切れも良くなると思うので、こいつに移植していきたいと思います。でクラッチプレートもねしっかりね厚み基準値内に入ってましたので、これそのまま使っていきたいと思います。スプリングも同様ですね、基準値内に厚みがあったんで、これも使っていきたいと思います。あ、それとですね、この間エンジン始動チャレンジ失敗の原因となったセルモーター、こいつもね手に入れましたので、まあ簡易的ですけども、線をつないでねしっかり始動するのか、動作確認していきたいと思います。はい、それじゃあね見ていきたいと思います。おバッチリですね、セルモーター元気に動いてます。じゃあこいつはねこのまま使えますね。はい、それではね今取り外したこの部品たちをね TZR ちゃんたちに取り付けていきたいと思います。では取り付けしていきましょう。はい、それではねここまで動画の方お付き合いいただきましてありがとうございました。今回はねジャンクエンジンを分解してシリンダー、いいものがね手に入って最高です。で次回はね、この外した部品たちをね僕の TZR50R に組み込んでいきたいと思います。早くね通素特有の高温の排気音と、あと独特のあの匂いね早く感じたいっすね。まあ次回以降エンジン組んでね調子見ていきたいと思いますんで、まだまだ皆さん長くなると思うんですけど、お付き合いください。前回は TZR50R のジャンクエンジンを購入して部品取りのために分解をしました。このエンジンね状態めっちゃ良かったので、綺麗なシリンダーやその他のエンジン部品もめっちゃいっぱい手に入りました。なので今回はこの部品たちを僕の TZR50R に組み付けていきたいと思います。もちろん前に失敗したエンジン始動チャレンジもやります。果たしてエンジンはかかるのでしょうか。よみがえれツーストエンジン、それでは行ってみましょう。はい、じゃあクラッチまずこいつね一式ここ開けて交換していきます。だいぶ綺麗ですね。これねだいぶ具合いいやつですね。夜中に磨いてたやつ、はい、やめろ、夜中磨いてねえわ夜中に拭いてたんだ大事にこうやって、はいはい、やめますきたね。おい、意外と綺麗だね。オイル入ってなかった割にはなんか全然クラッチもなんか錆びてなさそうな雰囲気だし、まあ中はね空気に触れてないからね、常にオイルが本当は入ってるところであるから、まあまあそんなに傷みづらいところはあるけどね。この RZ の4枚クラッチに変えていくって、そうそうそう、これさ3枚なんだよね。1、2、3、ほんとちげえ、4枚なわけだ。確かに1、2、3、4と、これ4枚ですね。そんなにでもなんかクラッチ悪くなさそうだね。もうこう張り付いちゃう感じかな、フリクションプレートとクラッチプレートは。だから結構あるのがエンジンやったかかったって言ってガチャンってギア落とした瞬間演奏するみたいな、サイドスタンド払ってるのにもかかわらずギア落としてエンジン止まるのは大体こいつが張り付いてるから、常にクラッチが切っちゃってる状態ってことかな。それではね今ねバランサーシャフトのナット取れました。でね今ねこのバランサーシャフトまだ残っちゃってますこいつね。でねこいつはね取り外すのにね反対側のジェネレーター側からねアクセスしないとこれはね取り外しができないので、次はね逆側ジェネレーター側をねバラしていきたいと思います。こっちのねジェネレーター側のねカバーを外して中を分解していきたいと思います。一回開けられたのかな、すげえ柔らかい、開けやすいな、一回開けられてんのかな。はい、オープンですね。これフライホイールだね、フライホイール錆びてるな。はい、それではね今フライホイールのねナットを取ったんですけども、このねフライホイールね簡単に取れないんですよ。これですね、あのねフライホイールプーラーっていうね専用工具がないと外れません。でねこれねおそらくこの RZ とか TZR とかしか使えない本当の専用工具ですね。
うわ、ここにもまたプラスあんの。なんかこれもなんか地獄見るってやつかな。なんとか今ね軽く緩みました。それでもねめちゃめちゃ硬い。こっちから来てる。来た。来たね。クソ錆びてんな。多分それでこいつが錆びてて、多分こいつがダメになっちゃってでね、このオイルシールも劣化して多分オイル激漏れになったんだと思います。なんでねこっち側だけ結構汚いよね。バランサーシャフトのオイルシールとクランクシャフトのオイルシール、これちょっとね打ち替えていきたいと思います。硬い。専用ポンプじゃないからしょうがないんだけど。ああ取れた。ああ大丈夫そうだね。ガラガラいってないし別に傷もなさそうだしね。中のインナーレースにも大丈夫そうだね。でこのクランクシャフトのオイルシールなんですけどもね、こいつねめちゃくちゃ、ね、抜きづらいのでね、まず最初にこうやってねドリルでね穴を開けて、で穴を開けたところにビスを入れて、でそのビスを引っ掛けとしてペンチで挟んで引っこ抜こうと思います。ちょっとねこいつねめんどくさいんだよね。じゃあこれで取っていきます。こんな感じで抜きました。それではね今ねこっちのオイルシール、クランクシャフトのオイルシールとあとバランサーシャフトのオイルシールですね、交換終わりました。あとはねここを逆手順で戻していくだけですね。オイルシールがねダメになってしまうと圧縮が抜けてね、あのダメに本当エンジンかかんなくなったりとか調子悪くなる元になりますね。ツーストほんと特有だねこれはね。でバランサーシャフトはね、まあ、単純にオイル漏れがとんでもないことになっちゃうってことだったんで、まあこの2箇所ねしっかり直せたと思います。それではねバランサーシャフトなんですけども、こっちはね外した、今車両について外したやつだね。サビすごいよねこれね。こういうねサビがねオイルシールを傷つけてオイルのね漏れの原因になります。で新しいエンジン、前は中古エンジンから外したねバランサーシャフト、綺麗でしょ。若干ねサビあるけどね、これぐらいだったら全然問題ないと思うんでね、この新しい方もね使っていきたいと思います。これで多分オイル漏れもね止まると思います。はい、それではね次はねクラッチ側ですねやっていきたいと思います。クラッチあとバランサーシャフトの、ギアですね、ここ取り付けていきたいと思います。はい、それじゃあね2つのねポッチしっかりね生えました。こっちがね、クランクシャフト側、こっちがねバランサーシャフト側のギアですね。これでしっかりポッチが合ってるんでね大丈夫かと思います。やっとクラッチ組み付けまで戻ってこれました。フレイホイール取り外しやオイルシール交換など地味な絵がね続いちゃってすいませんでした。レストアって聞くとエンジンがメインで、その次に外装パーツとかタイヤとかマフラー、見える部分の方がビフォーアフターがはっきりしていて分かりやすいんですけど、こういうねカバーに隠れてしまうところってなんかパッとしなくて地味な箇所ですよね。でもまあバイクにとってはねとっても大事な部分で、まあ、僕たちライダー安全にね運転する上でどれもね非常に大事な部分なので、まあ、今回ね皆さんとねシェアをしてみました。まあ、もうじきねクラッチ終わって次はねいよいよエンジンいきますよ。はい、それではね、無事ねクラッチの方、組み終わりました。ということでね次はね、こいつですね、エンジンのねシリンダー、こいつをね組み付けていきたいと思います。はい、それではねまずねシリンダーを組む前にまずねベースガスケットねこいつらを、つけていきます。でその前なんつける前なんですけども、軽くねまずベースガスケットにねあのツースオイルを塗っていきます。まあ、軽く薄くでいいですね。そんながっつり塗っちゃうと後でベトベトになっていると大変なんで、まあ薄く塗ってあげればいいと思います。
今回のベースガスケットはね、まあ、ちょっと価格もあったんで、キタコ製のね、ベースガスケットを選択しました。純正だとね、だいたいこのベースガスケットがね、1枚1000円ぐらいかな。シリンダーを組み込む前にオイルをね、添付していきます。はい、ではね、次はね、このピストンをね、このコンロットにね、組んでいきたいと思います。ツーストオイルを塗りながらね、組んでいきます。結構僕はね、ツーストオイルはね、たっぷり、塗っちゃうタイプですね。次はね、シリンダーですね。こいつにオイルを塗って取り付けていきます。結構これもね、僕は結構たっぷりめにがっつり塗りますね。じゃあ、あとこれからね、まずね、ピストンとね、シリンダーのね、振動をします。で、その後に、ここのね、シリンダーのマウントのボルトを止めて、最後ヘッドをつけていくような感じになります。動いてる。ちゃんとカチッと。あ、そうそう、ね、はい、OK。 じゃあこれガスケット取り付けね。ガスケットね、ちなみにね、これちゃんと方向があってね、これ見えづらいと思うんだけどね、ここにアップってね、書いてある、ね、書いてあるでしょ。あ、それアップ。あ、なるほど、ね、これでアップっていうの、うん、で、これがしっかり読める位置で取り付けないと違うよってことだから気をつけて、うん、まあ、こんな 4EU エンジンね、イジエスなんかいないと思うけど。いや、まあ超芸術じゃないこれ。もうちょっと反応もらっていいですか。ちょっと芸術はちょっと僕よくわかんないです。キモいですか。はい、いや、このなんかもう芸術だよ、これ一つの作品よ、これ。走るからじゃない、走んなくてもこれ作品っすよ、もう。失礼な、お前。じゃあ次ね、シリンダーヘッドのボルトね、取り付けていきます。じゃあ次、チャンバーつけてます。排気のガスケット取り付け、もうパチって、もうやっぱ素晴らしいですね。スッと入るのがね、本当に素晴らしいね。で、チャンバーの排気のジョイントを先につけると、本当はね、ここにスプリングがね、あるんだけどね、ちょっと今欠品しちゃってるんで、とりあえず、まあ今日はね、エンジン始動チャレンジなんでね、とりあえずはってですね。これでエンジンかかるんですか。もういや、まだラジエーターをつけないです。つけないからです。でもラジエーターつければ、あともう始動チャレンジ。あ、キャブつけてみよう。ダメだ、全然ダメだ。キャブつけてラジエーターつける。ラジエーターなきゃね。ラジエーター周りもね、一式綺麗に洗浄しました。中のね、サビもね、若干残ってますけどね、だいぶ綺麗になったと思います。じゃあラジエーターだけ、まあ、水牛あれだよね、やっぱり温度管理しやすいってところはやっぱ強みだと思うし、うんうん、ただね、やっぱメンテナンス性が悪いというか、エンジンを水で冷やしてるちょっとよくわからないじゃん、普通に考えればさ。え、ちょっとエンジンに水あるんですかみたいな、なるじゃん。扱いづらいなと思う。すごい性能はいいけどね、そのままずっと長くほっとかれるとエンジンにダメージが、まあ、まあ、水牛はなんか余計に放置車になるとダメージ食ってる気がする。ダメージ食るよね、うん、やっぱりね、ダメージが水牛の方がいい、うん、ラジエーターん？世界一塗れるのが嫌いなの。意味わかんない。なんだ雨って。雨いらない、この世。いらね。雨降ってろくなことね。雨降ってよかったのは部活の外練がなくなったことぐらい。だ、あったな。それだけ、それだけだよ。それはそうだね。うん。いや。はい。渋いなぁ。あぁ。カメラ回ってますよ。
ぶしい。もう全カットですよ。まぶしい。でこの歯がいじめみたいになって入るじゃねえか秒でよ。何なんだ今までは黒。キャブ入れんのに変わってん。おいた、入った。もうちょっと行きたいね、こっちは。まあ、これでかかるんじゃないかなと思う。うん、うん、それじゃね、エアクリーナーついて、あ、キャブもついて、これだとかそれ入れればかかるだろうというような状態持ってきたんでね、エンジンズのチャレンジ行こうぜ。本当にかかるんすか。行くでしょ。行く、ウィス、よし。じゃあそれじゃあね、エンジンから、まあ、キャブからととりあえず全部組み終わりました。でこれで一応かかるであろうということで、あのエンジン自動チャレンジを行ってみたいと思います。第1回目ね、やっとですよこれ。やっとですね。やっとですね。じゃあ行ってみたいと思います。おお、来た来た、ショバ来たろ。来たな、今来たよ。怒ったじゃないですか。どうしたね。白煙がすげえ。アクセルもね、ちゃんとついてきてる感じがあるから、多分足で漏れとかしてないと思います。あんだけシリンダー綺麗だったから大丈夫でしょう。ああ、いけると思うね。じゃあ、まあ、とりあえずね、エンジン自動チャレンジこれで行く成功じゃないですか。抜群でしょ。いいと思う。来たよね。ふふふ、音いいね。この音、この煙、もうね、何とも言えない。このね、痛いんですよ。くっさーって痛いんだよね、この匂い嗅ぎながら。たまらないね。ガソリン切れた。ここまで動画の方をご視聴いただきありがとうございました。今回はジャンクエンジンから外したエンジン部品を取り付けていき、エンジン始動チャレンジまでやっていきましたが、なんとかエンジンかかりました。皆さん本当にありがとうございます。まあ、ただね、レストアってこれで全然終わりじゃないんですよ。なので次回はあの地獄のサビサビ燃料タンクを某有名なジジイの力を使ってやっつけていきたいと思います。次回もお楽しみに。前回はエンジンを組み立ててエンジン始動チャレンジまでやっていきました。無事にね、エンジンもかかってね、やっと一安心することができました。そして今回は燃料タンクの内部のサビ取り洗浄を行っていきたいと思います。まあ、このサビをね、除去しなければバイクいつまでも乗れないので、今回はこのタンク内部のサビ、あとまあ中に入っている燃料をしっかり出してきれいに洗浄していきたいと思います。あとですね、先日スピードメーター、タコメーターですね、まあ、中古部品届きましたので、これがねしっかりどう動作するのか、点灯確認、動作確認もねしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。あの一番やりたくないね、このタンク。あ、そうなの。いやもうね、見たでしょ中前回。なんだったね。なんだったの、クセつって自分。一応ね、なんでこのね一番やりたくない、まあ、地獄のサビをね除去しなきゃいけないのかっていうと、このねサビをねこのまま放置すると、このサビがね剥がれて燃料と混ざってキャブに入っちゃいます。でキャブに入るとどうなるかっていうと、キャブを詰まらせてエンジンが止まるという。最悪だ。最悪ですねこれね。これなんですか、雨水が入っちゃって錆びてんすか。いや、どちらかというと長期間放置されて、で中に湿気、結露、結露ですね、うん、そう、湿気があって、それがまああの寒暖差で結露になって、で錆びさせて、でさらにガソリンも腐って地獄になる構図ですね。
それではね、今日はねこのタンクの中のね錆をね除去していきたいと思います。オープン。張り付いてもうこっからね汚さが分かるもんな。汚ねこれ見えるかな。うわ汚ね。若干聞こえる。これチャポンちゃんも言ってんすよこれ。ってことはこれまだ中にガソリンが入ってんすよこれ。これをねまず最初に抜いて、で抜いた後に中性洗剤で中を1回洗浄します。でその後にジジ鼻すが G 鼻すが G、 これでね中のサビをね除去していきます。じゃあまず最初ね中身出します。鼻つまんどいた方がいい。臭いから。うん臭い。くせえ、もうくせえわ。行くぞ。いいよゴー。なんか思ったより出ねえ。思ったより出ねえぞこれいや、くせえ。あ、くせえ、待って、くっせえ。激臭だこれ。うわ、すごくねこれ。めっちゃ出てくるやん。いや、さっきのマジ最初やばかったな。なんかもう刺激臭がしたもん。でした。いいっすね、いいっすね、いいっすよ。はい、ガジマッシャーしてるこれ。いや、やばい。以上ゴー。あ、やべえこれ。ちょっと待って、やばいって。なんか白いの出てきた。白いの、やべえ、乳化してんだこれ。タンタンスープ。あ、まあ、それに近いっす。ちょっと美味しそう。見て、激臭が漂っております。さっ、うお、あ、クリーンな水になってません？これ白くないの？え？土壌すくいのおっさん。山すくいじゃねえよ。それやってくれるとこが好きだよ。まあ、それは残ってはいる。そうそう、まあダメなんだけどね。でもなんかね、思った以上にあのクソ味噌ではなかったパターンですね。次はね、G。G。アナサカ G。これね、1本ね、これ5000、5000円すんだよこれ。高っ。高くね ？1 リットルで5000だよこれ。効果あんのかな？超高いよね。いや、効果ないと困るでしょ、さすがに。で、300ね。はい。で、これをね、10リッター入れていく感じですね。あの、G 入れてね。地味ですね。地味でしょ。倍速ですか。倍速です。はい。じゃあ、それじゃあね、満水になりました。これでね。はい、まあ、1日か2日ぐらい置いときたいと思います。はい、このねタコメーターとあとスピードメーターね、某オークションで手に入れました。確かね2つでね3000円ちょっとぐらいだったかなと思います。でね、結構安かったんですけど、これ理由があってね、このスピードメーターの方にね実はジャンクの理由がありまして、こいつですね。はい、これ取り付けのね、ボルトがね1個吹っ飛んじゃってるという理由でこれジャンクになってました。ちょっとこれからまずこいつがねちゃんと作動するのかをね、見ていきたいと思います。今ねエンジンがかかるんでね、もうタコメーターは一応見れるんですけども、スピードメーターはちょっと生きてるかわからないので、このタコメーター用のケーブル、こいつがね一緒に付属されてました。でこいつをですね、このねインパクトの先っちょにくっつけて、で回せばこのスピードメーターも動くんじゃねっていうことですね。まあちょっとこれやり方合ってるかわかんないんですけども、まあ原理的には動くんじゃないかと思うんですけども、まあ機械式なんでね、まあちょっとこれでできるのかわかんないですけどね、やってみたいと思います。じゃあやってきます。ちなみにねこのやり方全然あの推奨できないやり方なので、どうなるかわかんないんで、あのまあ真似しないでくださいとは言わないですけど、まああのこういうやり方をやったやつもいるぐらいの目でね、あの温かく見守っていただけたら嬉しいと思います。あ、ちょっと待って、今動いた。あ、動いてね。待って、あ、動いた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 、生きてんじゃん。はい、それではね、しっかりメーター動きましたね。なんかあのエンジンかかった時に今ちょっと焦げちゃった。メーター針動いた時に。じゃあこのメーターはねこのまま移植します。あ、動いてる動いてる。面白いこれ。あ、いいねいいね、ナイス。次はねメーターのね電気類、まあ電装系ですね、こいつがちゃんと機能するかをねちょっと簡易的に見ていきたいと思います。今回一応やり方なんですけども、もうシンプルにですね、バッチョクですね、バッテリーのプラスマイナスを、線につないで、まあ、点灯するかしないかを見ていくような方法になります。まあ、このやり方ちょっと全然おすすめできないので、しかも結構危ないんで本当に真似しないでください。やる場合は自己責任でお願いします。じゃあこのねメーター類ちょっと光らせていきたいと思います。まずね、こっちのタコメーターのライトちょっと光るか点灯確認していきたいと思います。あ、光ったかな。あ、光りましたね。ちょっと見づらいかもしれないですけどもね。
はい、じゃあこれでねタコメーターの光大丈夫ですね。これ光ってますね今ね。次はねこのインジケーター周りいきますか。じゃあまずはね、添付、警告灯いきたいと思います。ウォーターテンプ、あ光ったね。次これがウインカーだね。ターン、うん、ウインカーも大丈夫だね。 OK、 でその次はねニュートラいきます。ニュートラ、あニュートラランプも大丈夫だね、ついてるね。 OK、 最後はオイルかな。あオイル来たね。これでインジケーターランプとあとタコメーターの伝送系プラスあとタコメーターの針も OK だったね。 OK、 OK、 あいいね、光った光った。 OK、 OK、 OK、はい、スピードメーターもねしっかりついてます。ちょっとクレーな、まあ、昼間だから見づらいのがあるかもしれないけど、うん、スピードメーターもじゃあこれもね針もしっかり動いて伝送品も大丈夫ってことですね。はい、それではねこんな感じで最後エポキシ樹脂で仕上げてみました。まあ、ちょっと見栄えはねあんま良くないんですけども、まあ真っ白でやるにはまあいいんじゃないかなっていう感じだと思います。はい、それではねメーターがねしっかり動くかの確認と、あと伝送系の確認、あとですねスピードメーターのね裏のねボルトの補修できましたので、まあ明日タンクの中身出すのでその時にですね一緒にこいつらもね取り付けていきたいと思います。それではねじゃあねタンクの方なんですけども、だいたいね、2日ぐらいね寝かしました。じゃあこれからねこいつのね中に残ってる花坂 G の水をね抜いていきたいと思います。はい、それじゃあね2日寝かしたタンク開けてみたいと思います。オープン。おー、あーでも入り口はねだいぶ錆取れた、若干錆びてるけどね取れたね。あーでもなんか色が若干ボス黒い感じ、粒を溶け出したみたいな感じだね。あすごいな、サビの色ではないな、ね、なんかサビの色じゃないけどボス黒いになってますね。でよく見るとね結構下にねなんかねサビのねカスみたいなのがね沈んでますね。でね中がねこんな感じですね。ねサビは取れたんだけどね腐食の後までやっぱ取れないね。で奥がねもうねちょっとカメラで映らないぐらいね暗くて見えづらいんですけど、まあ、全体的にあのサビは取れました。ただねやっぱ腐食の後はね残ってるような感じですね。でこの後なんですけども、タンク内を水で洗浄した後に、まあ、最後花坂 G の原液を、まあ、もう一回お水で薄めて、まあ、中を最後コーティングしてあの自然乾燥させるということで一応タンクの方の洗浄は終了しました。まあ、今回初めてタンク内部の洗浄をやってみたんですけども、まあ、本当にねこれね時間もかかるし手間もかかるし大変だなって思いました。で内部のガソリンなんですけども、だいたい入れてから半年から1年ぐらいで、まあ、やっぱり酸化して腐ってくるみたいなので、まあ、長期保管される方はね、まあ、こまめにちょっとエンジンかけてあげたりとか、まあ、あとしっかりガソリンの、ね、管理、まあ、あとタンク内部も含めてですね、まあ、してあげた方がねいいのかなと思います。やっぱ一回錆び始めてしまうとね中が腐食して、まあ、最悪穴開いたりとか、まあ、本当にその燃料漏れになって大事故につながる可能性もありますので、まあね、注意していただければと思います。次はねスピードメーターとタコメーターつけていきます。お、とりあえずね今ね仮でメーターつけたんですけども、なんかメーターついたらなんか一気にねバイク感出ましたね。そしたら次回はね、こいつですね、ブレーキ周りちょっと行きたいと思います。はい、それではここまで動画の方ご視聴いただきありがとうございました。まあ、今回はタンクの内部のサビあと洗浄を行いましたが、まあ地味な絵だったんですけどもすごく大変な作業でした。でスピードメーター、タコメーターもしっかりついたので、またこれから、部品をつけていくことがねすごく楽しみになってきました。で次回なんですけども、次回は、フロントのブレーキ、リアブレーキのね、まあ、分解と清掃、まあ、オーバーホールをやっていきたいと思います。まあ、フロントブレーキ、リアブレーキともども今全く効かない状態なので、これをしっかり整備していきたいと思います。前回はサビで時刻と化した燃料タンクのレストを行いました。まあ、中身すごかったですけどね、無事に終わりました。そしてスピードメーター、タコメーターの動作確認もしました。こちらもバッチリでしたね。今回は乗り物にとって一番大切な部分、ブレーキのオーバーホールをやっていきたいと思います。ただですね、これが一筋縄ではいかなかったんですよ。
くっさいこれ、なんだいきなり。やべ、くっさい、やばいっすね、めちゃめちゃ臭いこれ、涙出てきたこれ、あかん、くっせと悪戦苦闘しながらも修理に挑戦してみました。果たしてしっかりブレーキ直るんでしょうか。それでは行ってみましょう。はい、それではですね、これからですね TZR50R のフロントリアブレーキをねオーバーホールしていきたいと思います。もうねフロントもリアもね固着してね全く使い物にならなくてちょっとどうしようもないんでね、これからちょっとこいつをね修理していきたいと思います。はい、じゃあまずねフロントのねマスターシリンダー、これだね、フロントのねブレーキキャリパー、こいつをねちょっとオーバーホールしていきたいと思います。それではね作業始めていきたいと思います。まあ今マスターシリンダーねこんな感じなんですけども、なんかねブレーキドライバーがねへし曲がっちゃってね、もううんともすんとも言わないですね、もう固まっちゃってる。まあ中でねもう多分固着しちゃってるんだろうと思うんですけどね、なんで一回あのマスターシリンダー開けてブレーキフルード抜いてちょっと中の様子ね見ていきたいと思います。もうこれじゃあ何にも使えないよね。立てよし。まあ今ね中身ね、抜きました。こんな感じですね。まあなんかそんなにひどくはなさそうだけど、まあとりあえずね分解続けていきます。とりあえずねバラバラになりました。もう中やばいっすね、もう超汚い。よくね556とかね吹っかけちゃう人いるんですけど、あれあんまりねゴム製品には良くないっすね、ゴムにダメージ与えちゃうんでシリコンが一番いいっすよ。はい、それじゃあねマスターシリンダーね一通りとりあえずバラし終わりました。サビでねこのピストンが固着しちゃってたような状態ですね。で今とりあえず全部ゴムの方も取り外しました。でまあオーバーホールだからね本当はねこのピストンごと全部交換した方がいいんですけど、まあこのままちょっと使っていきたいと思います。ただねこのマスターシリンダーのケースね、ここの覗き窓のところかな、ここねもうバリバリになっちゃってるんですよ。でここだけ打ち替えることもできるんですけど、はい、某オークションでねまたあのこれマスターシリンダーのケースですね安く手に入れたので、こっちにね移植をしていきたいと思います。なんかブレーキってさこうやってバラしてるとなんかめっちゃなんか地味だよね。エンジンとかはさやっぱかかったとかさなんかこう花があるけど、ブレーキって一番ねあのバイクとか車では大事な部分のはずなんだけど、こうやって整備したりとかオーバーホールするって結構地味なんだよね。とりあえず部品はこんな感じで今もうこっちはピストンも組み付けたし、であとでレバーもね新しいのにしました。であとまあ他のね付属部品はまあ軽く清掃して、まあ、あと油上げてとりあえず錆止めをしたって感じですね。それではねとりあえずマスターシリンダーとブレーキレバー、これで完成ですね。はい、次ですねマスターシリンダー、次はこっちのねブレーキキャリパーの方行ってみたいと思います。それではねこのピストンなんですけども、僕は今回このウォーターポンププライヤー、こいつを使って外していきます。ただねこいつでこのピストンをつまんで引き抜く方法ですね、サービスマニュアルにはあの推奨してないやり方なのであんま真似はしないでください。僕あくまでもこれ僕の場合でっていうことでお願いします。じゃあこれ外していきます。もうちょっとなんだけどね、あ来てるな、あ来たね、いいと、なんかだった。それではねフロントのキャリパー全部分解終わりました。ただ見てこれやばくね、これ超汚いでしょ。サインスケーにつけて洗浄してちょっと組み直したいと思います。それじゃあね洗浄します。それじゃあねキャリパーの部品組み付けていきたいと思います。今グリスに入れました。でこの溝の部分、一番下の部分と次2段目の部分です、ね、ここにねシールを入れていくような感じですね。やっぱりグリス塗ってないと貼りづらいし、あとあのゴム切れちゃいますね、力づくでやっちゃうと。やっぱシリコングリス入ってるとねあの変形というか入れる時もすごくスムーズに入るので、ピストンにもねシリコングリスたくさん塗ってきます。はい、じゃあピストン入りましたね。じゃああとね細かいところまた組んでいきます。ブレーキパッドの方なんですけども、これからね面取り加工をしていきたいと思います。面取り加工って何ぞやってことなんですけども、このブレーキパッドのですねこの角の部分、ここね
ここをね軽く丸くしてあげるような感じですね。で、まあ、これをやることによってあのブレーキを踏んだ時にキーって鳴く音あるじゃないですか、あれブレーキ鳴きって言うんですけども、そのブレーキ鳴きを抑えられます。であともう一つはね、ブレーキのねディスクローターに対しての攻撃性もねあの低くなりますのでね、ここをしっかり加工してあげようと思います。それではね、今とりあえず片方のブレーキパッドだけね面取りをしました。こんな感じですね。まあちょっと分かりづらいんですけども、この角の方がね丸くなってると思うんですよね。こんな感じでね少しこう角をね削ってあげたような感じになります。で、ね、このねブレーキプロテクター泣き止めグリスですね、こいつをね添付していきます。でね、塗る場所なんですけども、ブレーキパッドとキャリパーが接触する部分ですね、まあ、金属と金属が触れ合う部分に塗っていきます。なんで、まあ、こことこことここで、あとですねこの上の部分ですね、ここの部分とあとピストンの方にも塗っていくような感じになります。あのねガッツリ塗らなくていいですね、薄くでいいっす。でこのねパッドの方にも塗っていきます。はい、次はですねリアブレーキになります。まあリアのマスターシリンダーからあとこのキャリパーですね、まあ、全く機能してないのでこいつもね一回分解して様子見ていきたいと思います。さあやりますか。うわ、中はまたブレーキフルード入ってんのか。じゃあまずブレーキフルードからですね抜きます。マスターシリンダーのタンクにたっぷり入ってる、来るよ、えい、なんか犬のおしっこみたいな匂いがする。やばいこれ。くっせ。いやーくっさいこれ。なんだいきなり。やべくっせ。やばいっすね。めちゃめちゃ臭いこれ。涙出てきたこれ。あかん。くっせ。じゃあとりあえずねバラしていきますけど、もうこの時点でねめっちゃ臭い。あーなんか作業が止まる。やばいなこれ。でこれからですね、もうちょっとくせえから嫌なんだけど、まず最初にマスターシリンダーの分解をしていきたいと思います。うわなんかすえどどういうことこれ。とりあえずその中のリング取るか。くさ出てきた。はいって感じですね。うわ、汚ねえ。よっ、やばいなこれ。バカ錆びてるし、しかもなんか詰まっとんなこっち。ああ、これはブレーキ動かねえ。そりゃわけだよね。それではね、マスターシリンダーのね、中身とりあえず分解が終わりました。で、まあこれちょっと汚いので、これも 3S で洗っていきたいと思います。まあその前にね、まずこいつだね。ってんだけど、このブレーキキャリパーもね、バラしていきたいと思います。はい、今ねちょっとキャリパーの方なんですけど、このピストンをねちょっと取ろうといろんな手段を講じたんですが、もうカチカチに固まっちゃって何にもできないので、フロントのねマスターシリンダーをこいつにつなげて、で、まあ、ブレーキフルードを入れてエア抜きをした後にちょっとこのピストンをね押し出す作業をねしていきたいと思います。いやーめんどくせえけど、まあしょうがないんでそれでいきたいと思います。てくると思うんで、あ動いてきたね、来た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 、振り上がってきますね。あーやっとピストン取れた、もう疲れるなこれ。今ピストン完全にすり上がって取れましたね。あーやっと取れた、超疲れた、やっとオーバーホールできるこれでね。じゃあとりあえず一回、まあこんなになりましたけども、一回これをね全部片付けて、続きのねリアキャリパーオーバーホールやっていきたいと思います。はい、それではねリアキャリパーあとマスターシリンダーですね、洗浄の方終わりました。どうこの部品たち。まあリアのねマスターシリンダーそんなにでかくないけどね、こんだけね部品がねいっぱいあって構成されてると思うとね、まあやっぱりオーバーホールね時間かかるっていう感じしますね。はい、それではねまずねこのねマスターシリンダー周りからではいきたいと思います。すごくね性能はいいんだけどね、やっぱ放置されちゃうともうダメだね全然。
ぶりってことで、こいつがゴムが入って、こいつが入ってカバーがつくと、あーこんな感じだね。お、戻ったね。はい、それではね、マスターシリンダーできました。組み終わりですね。まあ、あとこっちブレーキホースつなぐだけなんで、とりあえずマスターシリンダーの組み込みは終わりです。次はね、キャリパー行きたいと思います。それではね、次はね、あのリアのキャリパー組んでいきたいと思います。でちなみにね、ブレーキパッドはね、あのこれもともとついてたやつなんですけども、まあ見てこんだけね、まだ残量あるんで、まあ、若干ね、あの汚いですけども、まあ、まだ使えるということなんで、これはこのままね、またフロントと同様、ここの角の面取りをして使っていきたいと思います。で他のパートはね、全部洗浄したのでね、あのだいぶ綺麗になったと思います。まあちょっと腐食まではね、完全に取りきれないけど、まあまあまあいいでしょうっていう感じですね。よし、じゃあやっていこう。まあ、リアキャリパーはね、さっきフロントでやった時と同様です。ただピストンがね、1個になったぐらい、それだけの差だよね。いいね、すんなり入った。いやさ、ピストンさ、俺さ、これ今回外した時思ったんだけどさ、普通こっちだよね、向きね。でもね、純正のね、パーツリスト見るとね、こっち側になってるんだよね、ピストンの向きがね。まあ、こっち側で組んでいきたいと思います。面白いよね。はい、それじゃあね、ピストンが入りました。はい、それではね、次はね、まあ、一応あのブレーキパッドのね、面取り加工もね、しときたいと思います。まあこれフロントとやった時と同様ですね。まあここの角と、あとここですね、を削ってあげるだけですね。それではね、リアのキャリパーとマスターシリンダーオーバーホール終わりました。あとフロントもね、もう終わってるので、とりあえず車体の方にね、これをちょっとつけていきたいと思います。はい、それではここまで動画の方をご視聴いただきありがとうございました。今回はフロント、リア、ブレーキをね、一式オーバーホールしました。まあやっぱりね、長期放置車両になりますので、そう簡単にいかない部分がまだまだたくさんありましたね。はい、で次回なんですけども、フロントフォークのオイル漏れ修理とタイヤの交換をやっていきたいと思います。まあ、やっと足回り手つけられるということで、まあ、少しなんですけどもね、レストア終了に近づいてきたんじゃないでしょうか。とはいえまだ外装、電装品、あとリア周りですね、一式はまだ手つかずなので、まだまだ時間かかると思います。皆さん、お付き合いの方よろしくお願いします。前回はフロント、リアのブレーキキャリパー、マスターシリンダーをオーバーホールしました。フロントブレーキ周りはね、順調にいったんですけど、リアブレーキ周りほんと最悪でしたね、もうくせえ。で今回はフロント周りを主にやっていきたいと思います。フロントフォークのオイルシールの交換、あとオイル交換ですね、それとあとフロントのタイヤの交換もやっていきたいと思います。作業の方なんですけども、今回も順調にいってもらえればいいんですけど、リアブレーキみたいにはなってほしくないです。それでは行ってみましょう。それではね、今回はね、このフロントフォークのね、オイルシールをね、交換していきたいと思います。もうね、オイルがね、これ激漏れなんですよ、すごい漏れちゃってて、でもうシールがやっぱダメなんでね、シールを交換していきたいと思います。でプラスね、オイルもね、綺麗な新しいものにしていきたいと思います。それではね、フロントフォークの分解始めていきたいと思います。でね、早速なんですけども、このね、フロントフォークのこのトップの部分ね、もうサビすごかったんでね、先に油さしておいて、でちょっとサビを落としたんですけど、こっちもう最悪ですね。もうなんか中の多分シール死んでるっぽいんですよね。もうなんかカッチリと固まっちゃって、うんともすんとも言わない感じですね。まあ、このリングはね、取りやすくて楽なんですけども、まあちょっとめんどくさくなりそうですね。取り外しの方なんですけども、まあ、この辺のね、ステムの周りのね、ボルトぐらいでね、軽く止まってるぐらいなので、まあ、そんなにね、苦ではないですね。ただね、これ一回ここからね、本当にこの上ハンドルのところからここまでこうガーッとね、全部取れちゃうんで、あの一回外すとね、あのこの後身動きが取れなくなるっていうことがあるんでね、まあ、ささっとね、作業の方を終わらせていきたいと思います。うん、なんだ今の。それではね、フォーク、上部緩みましたんでね、こんな感じでね、こうせり出してきましたね。このタイヤ周りだね、こいつ取っていきます。でこれからね、フロントタイヤ外すので、ガレージジャッキ、こいつをね、車体にかけていきたいと思います。はい、じゃあそれじゃね、タイヤ取れました。
それではね、フロントフォーク、あとタイヤ、まあ一式ですね、取り外しの方ができました。でこのタイヤもなんですけども、ちょっと違うものにね、交換していきたいと思います。これも十何年前、14、15年ぐらい前のねタイヤなんでね、もうさすがにちょっと溝ってもカチカチなんで交換したいと思います。でフォークなんですけども、フォークはね、主にですね、この中に入っているオイルシール、こいつをね打ち替えてオイル交換するだけです。で一応フォークのねインナーチューブの状態なんですけども、若干ね点サビがねこうやって出ちゃってますね。ただまあ主にストロークする部分はねそんなに点サビないので、まあ、若干ペーパーでこすればいいんじゃないかなと思ってますので、これはね再利用していきたいと思います。ってことなんでね、こいつのオイルシールとあとねタイヤの方もね交換していきたいと思います。はい、それではね早速タイヤ交換していきます。まず、エアバルブのね後ろに行きます。はい、それでねリール落としていきます。ただねちょっと足で踏んだりとかしたんだけど落ちなかったんで、こうやって油を刺してリールを落としていきます。次はね、リードが外れましたのでレバーを使ってホイールからタイヤをね外していきたいと思います。でこの新しいエアバルブ入れていきます。こいつね起こす専用の工具があるんですよね。今このままじゃ使えないので、このゴムをもうちょっと引っ張り上げなきゃいけないんですけど、でも僕その専用工具持ってないんで、これからですね、ラジオペンチで挟んで、こいつを引き上げていきます。はい、こんな感じで上がりました。挟んでね、つまんで引っ張ってあげるとね、上がります。ただね、バルブ傷つける可能性と、あとホイール傷つくんでね、気をつけてください。はい、そしたらね次タイヤをね組んでいきます。でねタイヤのねこのねビード部分、ここにねオイルを塗ってあげます。本当はねビードワックスっていう専用のね油があるんですけども、僕ちょっと持ってないんでエンジンオイルをね薄くこの布に染み込まして、このビードに塗ってってタイヤ組んでいくような感じにします。タイヤ組み終わった後ビード上げなんですけども、めちゃくちゃ硬かったんで、まあ、今回は爆発ビード上げをやってみました。こういうレーサーモデル系のタイヤってめちゃめちゃ硬いんですかね。結構ビード上げるのに苦労しましたね。まあでも何はともあれとりあえずねビードもしっかり上がってタイヤを組み終わりました。それではねフロントフォークのねオイルシールをね交換していきたいと思います。いやマジね、ここのねトップキャップがねもう全然取れなくてね、まあちょっとこれゲートなんですけどもね、ネジ入れ込みました。でこいつをねペンチとかウォーターポンプレーで引っ張ってねトップのキャップを外していきたいと思います。しかも入れられないからな、これだ。はい、今ねトップキャップね外しました。すごいねこのサビ、なにこれ超汚ねえじゃん。汚いっつうかもうすごいね、本当に全く動かなかった。これもう取れんかったしね、超劣化してんじゃん。うわ、ひどいねこれ。オイルほとんど入ってないかねこれ。そういうパターン、オイル入ってねえじゃん。いやこのドレンボルトね、ほんと硬いねマジで。もうねロックタイヤ多分死ぬほどなったんだろうなこれ。クソ硬いわ本当に。うわ硬い。フォーク自体は本体が外れちゃえば分解は簡単ですね。ただやっぱりドレンボルトがね本当に硬かったかなっていうような印象です。その他はね本当になんか部品も単純ですし、まあ中に入ってるオイルさえ抜いてあげればそんなに面倒くさいこともないかなって感じですね。で中はねやっぱり1回も多分オイル交換しなかったと思うんで結構ドロドロでしたね。じゃあ次はこのオイルシールだね、この黒ですね、こいつをね交換していきます。ただなんかねめちゃくちゃなんか抜けづらそうな雰囲気がバッチバチ出てんだよねこれ。なんか他の人のねブログとか読んでるとね、ここをこのシール外すのにね結構泣きましたとか、これにクソ字がかかりましたみたいなことを言う人結構多かったんですよね。まあ確かにやりづらそうだなと思うんですけど、
まあとりあえずねこいつを交換しないことには俺も直んないんで、こいつはね交換していきたいと思います。まずは外すことだね。すんなり取れてくれるんだけどな。とりあえずまずこのシールを取らないと話になるね。シールがここか。この基板のとこに入ってるのね。こいつを頑張って抜きます。いや硬えな。これ簡単に上がってこないやつか。出てこいこの野郎。はい、それではねフロントフォークのね、オイルシール取れました。これやばくないですかこれ。もともとねこれ1個だったんだけどね、もう外してる間にねもうねどん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 バラバラになっちゃって結局3つになりました。でちなみにね新品はねこれです。全然違うでしょ。これが新品だね。ここまでしないとオイルシール外れないぐらいカッチカチにくっついてましたねマジで。これねもしやる方いたらね結構ね覚悟した方がいいですね。これかける2なんでだいぶしんどいですよ。なんでまあ、とりあえず今回はねオイルフロントフォークのオイルシールも取れたんで、打ち替えますけどもう二度とやりたくないこれっていう感じです。はい、じゃあねフロントフォークのオイルシールね打ち込んでフロントフォークオーバーホール終わらせたいと思います。まずはグリスアップだね。で今回はねこのボックス、これなんだ30かな、30のこのボックスね打ち込んでいます。シーリングを取り付ける。シールが入ったらこの銀色のインナーチューブをね入れていきます。でその後なんですけどもオイルをね入れていくんですけど 148cc でしたね。でまあこれをフロントフォーク上からですね入れていきます。でオイル入れたらなんですけども何回かストロークさせてちょっと落ち着かせます。で最後は油面調整をしていくんですけど僕は専用工具を持ってないのでドライバーに印をつけて、まあ、そこの高さまで来てれば OK という感じにしました。はい、それではね、フロントフォークのオーバーホールの方終わりました。2本ともねしっかり終わったのでこれからね組み付けていきたいと思います。はい、それではここまで動画の方をご視聴いただきありがとうございました。今回はフロントフォークのオーバーホールをしましたがオイルの色を見るとおそらく一度も交換されていなかったっぽいですね。30年もののオイル、とてつもない色でした。まあ、今回フォークシールも交換したしタイヤも交換したのでフロント周りはこれで安心だと思います。次回はリアのタイヤとチェーン、前後のブレーキの取り付けをやっていきたいと思います。 GZR 復活が見えてきましたね。早く乗りたいですね。次回もよろしくお願いします。前回はフロントフォークのオーバーホール、フロントのタイヤの交換を行いました。フロントタイヤは特にね問題なく終わったんですけども、フロントフォークなかなかエグかったですね。まあやっぱ30年ものなのでサビもあればオイルも劣化してる、そしてオイルシールは簡単に取れないと、まあぼっちぼっちハマったなっていうような感じでしたね。そして今回はリアのタイヤ交換とドライブチェーンの交換、あと前後ブレーキをね取り付けていきたいと思います。ただ今回はね結構ねやらかしちゃった感が、満載ですね。あの知ったかして失敗したのもあればちょっとうまくいかなかった作業もね多かった回になりました。まあレストランやってればね、失敗の数というのは2つあると思いますので、皆さんとシェアしていきたいと思います。それでは行きましょう。次はねリア周り行きたいと思います。リアのねこのタイヤの方ですね、こいつの交換とあとねドライブチェーン、すごいでしょこれ激サビ、こいつもね新しいものに交換していきたいと思います。それではまずガレージジャッキをフレームにかけて後輪を浮かせて取り外していきたいと思います。使ってるのはアストロプロダクツ製のガレージジャッキ、2トンまで上げられるんで車はもちろんバイクのタイヤ交換やフォークの取り外しの時にも使えました。これ本当に使い勝手良くて超便利ですね。今回と同様にビードを落としていきます。落とす時にこのワコーズのラスペネ、これねめっちゃ便利ですね。しっかり油がビードとホイールの間に浸透するので機械がなくても簡単にビードが落とせるし、タイヤ外す時にレバーも入りやすくなる、一石二鳥なんですよ。ただね難点は値段が高い。はい、それではね今ねこんな感じで、ね、木を挟んでビードとビードの間を、ね、広げてます。タイヤ組んだ後ねビード上げするときにねここがね狭まってるとねマジでこいつ上がってこないんだよね。上がってこないといつまでもねタイヤがちゃんと組み切らないので、まあ、こんな感じで広げてあげて組みやすくしてあるような感じですね。
このタイヤ組むのはね全然問題なくてね順調だったんですよ。ただねこの後ですね、このタイヤを組み終わった後ビード上げをやるんですけど、ここからですね地獄が始まります。それではね、今あのタイヤ組み終わってエア入れたんですけど もうビードがマジで上がってこないっすね。なんかねこう一部分ねこうなんか陥没したような感じになっちゃうんですよね。なんか中のタイヤのこのビード、このリムの部分の中にもう一箇所なんかリムみたいなんですけど、そこになんか引っかかっちゃって上がってこないっすね。ここなんですよね、ここの内リムにはまっちゃうんですよね。これなんででしょうね、タイヤが変形してるからかな、ちょっとわかんないですね。まあ、とりあえず今回はあのチューブでなんとか対応します。はい、それじゃあね今からタイヤチューブを買いに行きます。まさかのビード上がらないなんてことちょっと今まで経験なかったんで、まあでもお店に電話してもちょっとビード上げだけは無理みたいな感じで無理だって言われたし、まあベルト使っても爆発使ってもちょっと上がんなかったんで、まあ、最終手段ですね。まあねバネ下がね重くなるんであんまり開きたくないですけど、まあしょうがないですね。じゃあとりあえず買いに行きたいと思います。こんなに何やってもビードが上がらないって初めてですね。お店にもビード上げのみは断られちゃったので下道ですが、ニッチもサッチもいかなかったのでチューブを突っ込むことにしました。皆さんビード上げどうやってやってます？っていうかこういうレーサー系のチューブレスタイヤって他のチューブレスタイヤより硬めなんですかね。ビード上げもだいたい7キロぐらいかな、エアかけてやっとそこで全部上がりきったような状態だったんで、いややっぱ硬いのかなっていうような感じがしてます。まあ今回何度か組み上がりましたけども、いやもうね二度とちょっと組みたくねえなぐらいなトラウマになってるので、何かアドバイスいただけたら嬉しく思います。でタイヤ交換のついでにね、このクソ切ったねこのチェーンもね交換していきます。もう錆びて伸びてもう使い物にならないんでね、こいつもね取り外します。はい、このチェーンはねクリップ式なのでね、ここのクリップを外してあげればね、このチェーン自体は取れます。よっしゃ、取れた。サービスすごいなこれ。汚いね。まあでもそんなに減ってなさそうな雰囲気なんで、これはねこのままいきたいと思います。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 12か、純正だね。ではね一度ねタイヤを取り付けていきます。で次にねシャフトを入れるんですけども、シャフトにはねしっかりグリスを塗って、入れていくような感じになりますね。であとまあホイールベアリングも点検したんですけども、特に問題なさそうでしたのでこのまま使用したいと思います。それではねこの新しいチェーンにねドライブチェーン交換していきたいと思います。それではね今ねこうドライブチェーンをね付け終わったんですけども、まあ、さっきタイヤ交換してる時にちょっと気づいたんですけど、このスプロケットね44丁のスプロケットが付いてます。で純正はね確か48か49なんですよね。で今このチェーンには純正の長さのサイズを選んで買ったんですけど、まさかの長すぎるっていうパターンですね。こんなダルダルですね。もうチェーンもこれが精一杯の調整でダルダルになっちゃってるんで、これはちょっとカットしないとダメっすね。いやーこれはめんどくさい。いやーちゃんと見て買えばよかった。なんでこのチェーンちょっと詰めます。めんどくさいけどね。チェーンをこれからねカットしていきたいと思います。で一応今予定だとここまでですね。よっしゃ、あ取れた。はい、でチェーン切り終えて今チェーンつけてるんですけども、ここで秘宝ですね。なんとリンク数を数え間違えてチェーンを切り間違えましたっていう感じですね。何を間違えたのかというと、僕ねリンク数っていうのはプレートの数イコールリンクだと思ってたんですけども、なんとリンク数はちょっと違くて、このピンの数がイコールリンク数になるんですね。なんでプレートはまた別です。で僕はねもうほんとね知ったかでやったね、これやっちゃったんですけども、まあ、プレートの数で切ってしまったので、
チェーンがね思いっきり短くなってしまいました。でこれね428の120リンクなんですけども、今このスプロケットの状態であれば118リンクで良かったんですね。ただ僕はまあ間違えたので116リンクにしてしまうというとんでもない失態を犯しました。ただまあなんとかギリギリ届いたんで、とりあえずこれで使ってみようかなっていう感じで今取り付けてるんですけども、まあ、本当ね失敗ですね。皆さんねチェーンぶった切るときはね本当にリンクの数え間違い気をつけてください。僕みたいに知ったかすると後で悲惨な思いします。はい、それではねタイヤとドライブチェーンが終わりましたので、次はですねこの以前オーバーホールしたフロントリアブレーキの取り付けと、あとエア抜きをねやっていきたいと思います。まず最初にこのねマスターシリンダーの方からねこのハンドル周りの方に取り付けていきたいと思います。いやー生まれて初めてねセパハンのついたバイクに乗るからね、ちょっとハンドルの形状とかも全然馴染みがなくてどうなんだろうなっていう感じはあるんですけど、どうなんだろう、セパハンって実際の方乗りやすいんですかね。ちょっと僕は今まで経験ないんですよねこの形状のハンドルは。はい、それではね次はねこのキャリパーですねつけていきたいと思います。はい、でね今フルドレでやる気始めたんですけど、まあこんな感じでマスターシリンダーのところから少しずつ気泡が出てきてると思うんですけども、フルドを送りながらエアを抜いていくような感じですね。やり方は本当にこうブレーキエヴァをひたすらこう握って離したりするような感じですね。ある程度エアが抜けたらブレーキレバーを握りっぱなしにしてキャリパーのニップルを開けるとこんな感じでエアとフルドが一緒に出てきます。あとはこれを何回か繰り返してブレーキレバーの握りしろがしっかりしてくればエアが抜けたということになってブレーキが効き始めます。はい、それではねフロントの方が終わりましたので、次はねこのリアブレーキのキャリパーとあとマスターシリンダー、こいつらね取り付けていきたいと思います。リアブレーキもフロント同様に取り付けをしてエア抜きをしていくような感じになりますね。まあ、僕ね今回初めて後輪ディスクブレーキの車両に乗るので結構楽しみですね。どうなんだろう、ブレーキガツみたいな感じで効くのかな。いつもドラムなんでね。はい、それじゃあねリアブレーキの取り付けも終わりました。一応ねレバーもねしっかりこうやって動くようになりましたね。いやねオーバーホールしてねこうやってちゃんとね機械がね正常なね動作をするようになった時はねこう快感は半端ないですね。いや本当に気持ちいい。それではオイルを入れてエア抜きを開始します。まあエア抜きといってもねフロントとやってることは同じですね。まあレバーかブレーキペダルの差がっていうぐらいですね。同じように踏みしろが出るまでエア抜きをしていきます。でたまにねエアがねがっつり噛んでる時があるのでブレーキフォースの付け根のボルトを緩めるとエアが抜けます。はい、それじゃあねブレーキの方なんですけどもしっかりねこれレバーなんですけどもしっかりね踏みしろも出てきたんでエア抜きねバッチリ終わったかと思います。それではね、リアブレーキとフロントブレーキ のマスターシリンダーのオーバーホールしたものを取り付け、あとエア抜きの方ですね、作業の方終わりました。フロントね、リアともどもね、バッチリブレーキの方効いてると思うので、これでちょっと様子の方を見ていきたいと思います。はい、それではここまで動画の方をご視聴いただきありがとうございました。今回はリア周りとあとブレーキ前後ですね、まあ、とりあえず作業しっかり終わったと思いますので、良かったなと思います。そして次回はチャンバーのオーバーホールをやっていきたいと思います。まあ、だいぶこれ使い込まれてる感があるので、まあ、サイレンサーだったりとかあとチャンバーの中ですねだいぶスラッチが溜まってるんじゃないかと思って、ツースト乗りなら一度はやってみたいチャンバー焼きに挑戦してみたいと思います。これねずっとやってみたかったんでねすごくね楽しみです。前回はリアタイヤの交換とドライブチェーンの交換、前後ブレーキの取り付けとエア抜きを行いました。タイヤに関してはチューブレスタイヤにもかかわらずチューブを入れて無理やりビードを上げるという下道な手段でタイヤを組み上げました。でドライブチェーンに関しても間違ったリンクの数え方をしてそのままぶった切ってしまいチェーンが短くなるという大失態を犯しました。前回は本当に失敗とやらかしの多い回でした。で今回はマフラーのオーバーホールをやっていきたいと思います。ツースト乗りだったら一度はねチャンバー焼いてみてって思ったことある方結構いるんじゃないでしょうか。僕もねずっとやってみたかったんですけどなかなか機会がなかったので、今回は、まあ、マフラーを焼いてチャンバーをオーバーホールして、であとサイレンサーも分解して、グラスウールを交換して仕上げていくような形になります。それでは行ってみましょう。
はい、それではね、今回はですね、この車外マフラー、チャンバーですね、こいつをですね一度外してサイレンサーを分解してオーバーホールしていきたいと思います。で、具体的に今どうやるかなんですけども、このサイレンサー部分に関してはサイレンサーはこのリベットを外して、で、中のグラスウールを交換します。で、このチャンバー、この膨張室自体は火で炙って、中のツーストオイルとか、まあ、燃料の、まあ、ドロドロしたやつですね、それを焼きます。ではね、取り外して作業の方を始めたいと思います。それではね、外していきます。で、本当はね、純正のねチャンバーが欲しくて探してたんですけども、やっぱりまあ30年前のものなんで、まあ、今ねあんまりもう状態のいいものがないような感じでしたね。まあ、それなんでね、じゃあ、まあこれ元から付いてる車外チャンバーなんですけども、まあ、オーバーホールして使おうということで、今やってます。で、これちなみになんですけども、このチャンバー、車外チャンバーなんですけども、ちょっとメーカー不明で分かんないんですよね。なんかこれ分かる方いますか、この形見て。これどこのチャンバーなんですかね。それじゃあね、ちょっと場所移動してね、まずこのチャンバーのねサイレンサー部分、こいつをねオーバーホールするために分解していきたいと思います。で、まずね、このサイレンサーの分解なんだけども、このねちょっと苔跡があってガリガリになってるけど、ね、このリベットの部分、このシルバーの部分だね、こいつをまずね外していきます。で、これどうやって外すのって言った時に、このインパクトとね、あとドリルを使ってね、このリベットを、まあ、壊すって感じですね。まあ、それで外していきます。よっしゃ、行こう。下の段がねこんな感じでね取れました。結構ねゴミ出るね。まあ、あとまだ上の4つがあるんでね、これも外していきます。おお、取れた。いや、きたね。うわー、汚ねーな、これすごいねー。はい、じゃあサイレンサーで中身抜けました。真っ黒ですね、これね。正直ね、外す前もね、音そんなに別にうるさいわけじゃなかったから、まあ別に大丈夫かなと思ってた感じでバラしたけど、まあすごいね、これボロボロだよ。このグラスウール外して中の芯出していきますね。汚いね、これ。くぅちなみにね、このグラスウールね、ガラス繊維だから、もし交換する人いたら、手袋とかね、こんな感じでつけてやった方がいいですよ。手に刺さるとすごいチクチクするし痒いし、で、水で洗っても全然取れないしみたいな、結構うざいんでね、手袋こうやってつけてやった方がいいですね。うわ、きたねー。へえ。はい、それではね、今ねグラスウールの方をね外しました。これが芯ですね。で、これがグラスウールで、これが外筒になりますね。苔跡があったりするんでちょっと気になるんですけど、まあそれしょうがないということで、とりあえず外筒と芯は使います。で、こいつだけ交換するような感じですね。で、とりあえずまず洗浄していきたいと思います。まずね、ちょっとこいつらを片付けてきれいにします。はい、それではね、さっきチャンバーのサイレンサーの方をオーバーホールしてたんですけども、次はねこいつ行きたいと思います。チャンバー自体ですね、こいつをどうやってじゃあオーバーホールするか、まあ、きれいにするか、答えはこいつです。チャンバーで嫌になってました。この火にねぶち込んで、この中の未燃焼ガスをね、燃焼させていきます。で、そう、最後ね燃焼すると、まあ、この辺から煙が出てきて、最後はボロボロのガスが出てくるんじゃないかと思うので、それではね、チャンバーの方を焼いて、まあオーバーホール、まあ中きれいにしていきたいと思います。浜口、あ、そうそうそう、温度出てて、あ、ぶれっかいっていうそれをね、俺ずっとこれやりたくてで、なんかねえからさ、まあ、今日ちょうどチャンバー焼くんだったら、このチャンバーでそれを果たそうと、やっぱやりたいよね。黄金伝説、懐かしいね。チャンバーパイ、危ねえ、ちょっとしょぼいっすね。イメージだとブラッていってほしい。さっき投げちゃいましたけど、ちょっとセットします。セットとか、ただ置いて置くだけ、置くだけなんで。セットとかセットもクソもねえから、ね、かっこいいこと言ってるけど全然だ。はい、じゃあ今ね、チャンバのね、膨張室部分を焼いてます。煙はね、多少出てきてるけど、どっちかというとなんか未燃焼ガスがめちゃくちゃ出てきてるね。やば、これやっぱ未燃焼ガスだから火つくね。すげえ。
ジャンバーが気づいてる。ジャンバーが。それではね、チャンバーの方なんですけども、煙もね全然出てこなくなってきて、さらに表面の塗装もねいい感じで取れてきたので、まあ、この辺で今回はね終わりにしたいと思います。いきます。いきったね。いきますね。窓出てくるかな。やばくねこれ。めっちゃ続くんじゃん。いやすごいなこれ、まあ、こんだけ出てくれば、まあ、やった甲斐あったでしょって感じです、ね、綺麗になってるでしょ、うん、でまあ最後は塗装だね。最後は軽く耐熱塗料を拭いて取り付けていきたいと思います。はい、それではねチャンバーの焼きが終わったので、これからサイレンサーとインナーバッフルですね、これを塗装していきます。塗料は当たり障りない耐熱ブラックで仕上げました。これ割とね乾くのに時間がかかって、自然乾燥で1日くらい置いといたんですけど、まあ、まだまだベタベタするような感じですね。やっぱちゃんと熱入れないとしっかり乾かないみたいです。それではねチャンバーの方ですね、塗装の方が終わりました。結構ね綺麗になったかなと思います。こんな感じの仕上がりになりました。昨日ね火の中にぶち込んでこのチャンバーのね中身を焼いて、あのカーボンを出して、もうこのサイレンサーの部分はねもう外してあらかじめあの洗浄をしといて、まあ、昨日一緒にこのチャンバーと塗ったら感じですね。若干ねこうサビのねこの跡というか、このエクボみたいなのはちょっと若干残ってますけども、まあまあまあ綺麗になったんじゃないでしょうか。ということでね、今度はねこのサイレンサーをね組んでいきたいと思います。はい、それではねこれからねこのサイレンサーの消音材グラスウールをねこいつに巻いて土に戻していきたいと思います。最初はこんなもんかな。よっしゃ、じゃあこいつはね巻いていこう。で今回巻くのはね結構長いんですけど、これ60センチですね。このねもともと入ってたサイレンサーのグラスルーの長さが60センチだったので、まあ同じサイズにしてみました。これねここの際のとこに、ね、入れながら巻くのが結構むずいですね。割とむずい。綺麗。それではね巻けました。でこのサイレンサーのこの消音材をね抑えるために針金をね入れなきゃいけないみたいなんだけど、ちょっと付属してなかったのと、まあ元々のやつ入ってなかったんで、まあ、結構これパツパツに入れたから大丈夫かなと思うんで、このままね筒に入れていきたいと思います。振ってなこれ、そんなになる。うん、入った。お、こんな感じか。これではねサイレンサーのねグラスウールとりあえずね今入れ込みました。で今度ねここにねこうやって穴が開いてるんですよね。でここをねこのリベットを使ってね止めていきたいと思います。でまずリベットを打つ前にリベット穴のところに、まあ、シール、まあ、コーキングなんですけどもを入れていきます。まあ、これで排気漏れを防ぐような感じですね。でその後、まあ、リベットを入れてリベットを打ち付けていくような感じになりますね。とりあえず1箇所こんな感じでいきましたね。はい、とりあえずね今ね2箇所できました。やっぱりハンドリベッターで、ね、5ミリ結構硬いですね。じゃああとねもう残りがね6箇所あるんでね、それもやっていきたいと思います。でリベットを全部打ち終えたら最後にインナーバッフルと筒の間、ここをですね排気漏れ防止のためにコーキングを入れていきます。それではねシール材もねしっかり打ち終わったので大丈夫かと思います。これでねじゃあサイレンサーのねオーバーホールは終了になります。車体取り付けていくの楽しみですね。ではやっていきましょうか。よっしゃ、じゃあこのオーバーホールしたねマフラー取り付けていきます。音楽しみだね。やっていきましょう。ここね、チャンバーとサイレンサーのね、ジョイント部分なんだけど、軽くね、液体ガスケットを塗ってきます。やった。
まあ、ちょっとねやかましい音してますけども、正直ねオーバーホール前とあんま変わんねんじゃねっていうような感じですね、正直な印象が。まあ、やってよかったなと思ってるんですけど、ぶっちゃけ今聞いてる限りだとそんなに音わかんないですねまあまあまあって感じですけど、はい、それではね今回はこのチャンバーのサイレンサーとこのチャンバー自体のオーバーホールを行いました。まあ、音はね正直な感想、まあ変える前と変えた後そんなに変わんないかなっていうのがま正直な印象なんですけども、まあ、あんだけのね汚れを見てると、まあ、やっぱり変えなきゃいけないというか、まあ、やっぱりメンテナンスは、ね、絶対必要だなっていうふうに感じました。まあ、今回ねしっかりマフラーの方もオーバーホールできたので、これでね詰まりによるねエンジンストールとかはないかなと思いますので、一安心できたと思います。はい、それではここまで動画の方をご視聴いただきありがとうございました。今回はマフラーのオーバーホールをやってみました。昔からずっとねツーストのマフラー焼いてみたいと思ってたんですけど、まあその夢というかなんかそういう野望が一つ叶った回だったので、今回すごくね楽しめてオーバーホールできたと思います。そして次回はヘッドライト周り、テールランプ、まああと電装系周りをね仕上げていきたいと思います。まあ、いつまでもねこんなね骨バイクの状態で動画撮ってるとやっぱそろそろ寂しくなってくるんで、まあ、少しずつ外装も乗っけて完成に近づけていきたいと思います。前回はチャンバーのオーバーホールをしました。サイレンサーを分解してチャンバーを焼きました。まあ、汚れはねごっそり取れたのでね、まあ、性能的には良くなってるはずだと思ってたんですけども、まあ、実際エンジンかけてみたらあんま音が変わらなくて、やった意味あったのかなって正直思っていたんですけども、皆さんねコメントでねやった意味あったよっていう風にね慰めてくれる方が多かったので、やってまあ良かったんじゃないかなと思ってます。コメントね一斉くださった方本当にありがとうございました。今回はですね外装電装系を車体に乗っけていきます。これでやっとですねバイクらしい形になっていくんじゃないかと思います。まあ、ただですね、まあ、その乗せるに関しても、まあ、電装系配線をやったりとか、まあ、外装系テールカウルの、ね、FRP 補修だったりとかまだまだやること結構あったので、その辺もね動画撮ってみました。このレストアシリーズセミコンプリートという形になりますので、今回も最後までお付き合いいただけたらと思います。それでは作業やってみましょう。はい、それではねこれからですねこの外装とあと電気回りですね、ここにあるもの全部とりあえずね TZ トラで全部乗っけていきたいと思います。もういつまでもねこんなね骨バイク状態でずっといじっててかわいそうだと、もうちょっと悲しすぎるということでね、もう今日は全部外装あと電装品もねがっつりやっていきたいと思います。それじゃあね作業いきたいと思います。で最初なんですけど、まずこのタンクですね、燃料タンク、前回ぐらいにね、オーバーホールしたというこのタンクですね、なんかクソ錆びてたんですけども今じゃ綺麗になってます、バッチですね。であとですね、このシートカウルですね、こいつねちょっと割れがまだあるんで、こいつはね補修しながら取り付けていきます。で、これ、某オークションでね、買いました、純正のテールランプですね、こういうやつと、あとですね、中古でねヘッドライトがね売ってたので、このね中古のメッキ、車外ヘッドライトをつけていきます。で最後なんですけども、まあこの細かいらへんですね、まずこれがね水温計、めちゃくちゃツースト大事ですね、なんで水温計はまずこいつつけていくのと、まだちょっとね抵抗値とかね、見てないんですけども、イグニッションコイル、こいつもね新品にします。なんでこいつ交換するかというとね、イグニッションコイルねなんかねツーストの後ねなんか突然死してねいきなりエンジンかかんなくなるみたいなことがね結構あるみたいなんで、こいつはね、まあ、一応もう無条件で交換したいと思います。であとですね、まあ、グリップがなかったんでね、こいつもつけるような感じですね。はい、それではねまず最初にですねこの黒い塊、これイグニッションコイルなんだけどもね、まずこいつから取り外して交換していきたいと思います。よいしょ。はい、じゃあねイグニッションコイルにもこれ純正品取れました。まあ、せっかくなんでねちょっと抵抗値見ようか。ね、まずこの純正のイグニッションコイル点検していきたいと思います。でねこいつまずプラグキャップが、まず見れるのと、あと1次コイルとあと2次コイル、3箇所ですね点検できるみたいなんで、軽くね見ていきたいと思います。まずねこいつプラグキャップのねこの抵抗値がね、4キロから6キロオームまでだったら OK だよっていうことですね。じゃあ見ていきます。すごい触れたね、11.4112 すごいね、まあ、要するにこんだけ触れてるとこれ多分もうダメだね。
いやまあとりあえずプレギャップはもうちょっとダメなとこまで来てたって感じですかね。1次コイルがここにプラス、ここにマイナスだね。で 0.6 から 0.8 キロオームだったら有印象から OK よって感じかな。ダメやんこれ、 0.3 になってるんで、まあ、これもぼちぼちダメだったんだろうな。1次コイルはちょっとダメっぽいですね。で次が、2次コイルかな。2次コイルはね 5.7 から8.5 キロオームだったら大丈夫って感じ。あ、2次は大丈夫だね。まあでも1次とね、あとブラキャップもダメだからね。いやこれ交換しよかったかもしれないね。まあこんな感じです。じゃあイグニッションコイル純正はねもうちょっとダメだったよってことなんで新しいの交換します。さっきね外装のセットの時もね一緒に紹介したんですけどもね、こいつ、この社外品のねイグニッションコイルと NGK 製のブラグキャップつけていきたいと思います。よいしょ、はい、それではね次はねこのね水温計取り付けていきます。じゃあこいつね本体はねメーターのねこの辺につけようかなと思います。じゃあまずこいつ、このね純正のね水温計、まあ、警告灯のねセンサーこいつからね外していきます。はい、それではね今水温計の方が取れてきました。こんな感じですね、まあ、メーター全体するとこんな感じで、ちょっと今、ね、反射して見づらいけどねこんな感じになりました。で次はねヘッドライト周り行きたいと思います。その前にねやっぱタンクちょっと乗っけたいよね。タンク先に乗っけていきたいと思います。で今回なんですけども燃料タンクね取り付ける際にねこのね燃料フィルターをね追加しました。まあ以前ねサビサビで一応綺麗にはしたんですけども、若干まだ多分残ってる可能性があるので今回はねこれをつけていきます。はい、それじゃあねガソリンコックとねタンクつないで今ね乗っけてみたんですけども、なんか一気に、ね、バイクらしくなったね。まあ最初のね形に戻っただけなんだけども、なんか乗っかるだけで、ね、テンション上がるね。もうなんかバイクっぽいいい感じ。で次はねねこの辺だね、ヘッドライト周りねこいつらちょっとやっつけていきたいと思います。はい、それではねまずねこのメーターヘッドライト周りこの配線をねちょっとやっつけていきたいと思います。もうねこれ見てるだけで嫌でしょう、配線。俺もねすげえ嫌いです。でねちょっとめんどくさいんだけどね、パックスピードメーターのね配線のねカプラーがこれ5ピンなんですね。これ4ピンなんですよ。でまさかのねこれ多分ね電子違いなんですね、このメーターね、このハネスに対してこのカプラーからこの配線を引っこ抜いてちょっと付け替えます。このこいつに合うように。ではね配線抜けたんですけども、今回メインはねあのメーターのイルミネーションを光らせたいんで、この水色とこの黒の配線をね移動させます。ここかな、こことここに水色と黒を移してあげればイルミネーション光るんじゃないかなと思いますのでね、移動させます。はい、じゃあねこんな感じでねつなげました。であとこっちがねインジケーターとタコですね。であとこれがウィンカーか、これがウィンカーの右、こっちがウィンカーの左かな、そんな感じ。あとこれがヘッドライトの配線だね。はい、それではねじゃあねヘッドライトね、これまずステーとあの本体つけていきたいと思います。本当はね純正品のねカウルがねこう前にあってそれがね欲しかったんだけどね、結構ね某オークションとか見ててもねいい値段するんです。なんでちょっと安上がりになりますけどね、今回ネイキッド仕様の、社外ヘッドライトになります。これつけていきますね。この接点復活をめちゃくちゃおすすめですね。カプラーとか配線にちょっとシュッとしてあげるだけでね、あの接触不良とかそういう不具合がね、減りますのでね、これはめちゃくちゃおすすめですよ。はい、それではねヘッドライト周りの方ね取り付け終わりました。どう、なんか一気にバイクっぽくなった感あるでしょ。これいいね、めっちゃテンション上がるな。フェイスねやっぱ大事だね。最初ねネイキッド仕様ね、うん、ちょっとなと思ったんだけどね、なんかやっぱこうやって見るとね全然悪くないなっていう感じしてますね。で一応ねライト周りの確認なんですけども、まだね後ろテールランプの方ね全くやってないので、ウィンカーのね兼ね合いもあるので全部ね終わってからねフロントリアともにねウィンカーヘッドライト、あとメーター周りですね電装系確認していきたいと思います。それではねリア取り付け
ていきます。それではね、次はね、このねテールランプ周りをね取り付けていきたいと思います。ただね、ちょっとねこれ難点がありまして、まあね少し悲しいんですけども、純正のねテールランプのハーネスちょん切られちゃってるんですよね。まあなんで、あのまあオスメスのね擬干しで繋いでいくような感じになると思うんですけど、まああんまねちょっとねかっこよくないんですけど、まあしょうがないんでそれでいきます。純正だからあんまかっこよくないねこれ。よっしゃ、じゃあやっていこう。それではリア完成です。はい、それではね、フロントの、メーター、ヘッドライト、あとリアのテールランプ、まあ、ウィンカー、一式伝送系ですね、取り付けの方が終わったので、これから点灯確認の方をしていきたいと思います。まずですね、ヘッドライトバルブ、光ってると思うんですけども、見えてますね、これでちゃんと電気来てますね。まあ、ちょっと今、アイドリング低いのなんですけども、まあ、上げてあげれば、大丈夫ですね、光ってますね。これで右のウィンカー大丈夫だね。で次は左か。左も OK だね。ついてるね、ちゃんとね。一応ヘッドライトも切り替え。うわ、見づれえけど、一応まあ切り替えも、うん、してるということで、OK だね。OK。多分これでついたと思います。で次、ウィンカー右行きます。ウィンカーの右。左ですね。で、最後にストップランプか。これがストップランプかな。これでね電気周り OK ですね。でメーター周りなんですけども、昼間ね撮影したんですけど、イルミネーション全く分からなかったので夜に撮影し直しました。まあこんな感じでね、インジケーター、タコメーター、スピードメーター全部ねちゃんと点灯してましたので大丈夫かと思います。はい、それではね電装系周り終わりました。で次はですね、いよいよこれですテールカウルになります。こいつの補修をねしていきたいと思います。でね、何をね補修するかっていうとね、ここのね割れですね、これこいつねばっくり割れちゃってるんですよ、ここがすごいでしょ、ここまで多分こけて割れちゃったんだと思うんだけども、でここはねちょっと FRP でね後ろからね貼って補修をしていきたいと思います。塗装はちょっと僕技術ないんで、あの FRP 貼ってあとまあタッチアップでちょっと仕上げるような感じにします。どう、こんな感じでいいのかな。いや FRP やの初めてだからさ、よくわかんないんだけど、これであと取材とね、硬化剤混ぜてね塗っていきたいと思います。1,2,3,4 こんな感じでいいのかな。これ塗って上から貼っていくような感じでいいのかな、とりあえず。はい、それではね今 FRP の補修がねざっと終わりました、こんな感じになりました。あと一応ねこっちも入れたんですけど、こんな感じですね。一言で言うとあれですね、素人がこんなことやるもんじゃねえって話ですね。マジでクソむずかったわ、全然動画撮れないぐらい集中しちゃってて、でこのありさまですからね。いやほんとね、あのねこれをね補修してる職人さんたちマジすげえわ、作った人もこれすげえ、いやマジでいい勉強になりました。素人やるとねこうなりますね。もうエアもめっちゃ入ってるしね、なんか汚ねえ。あれとりあえずね今回ねこれで固まると思うんでね、これでちょっと時間を置いてから取り付けやっていきたいと思います。はい、それではね今 FRP の作業が終わりました。で次なんですけども、その FRP がね硬化する間、このシートのね表皮の張り替えをねやっていきたいと思います。なんかねこの謎のねナイロン製のね生地が貼ってあるんで、こっちのね革の合成革の方にね交換していきたいと思います。じゃあねこいつ外して、こいつ貼っていきます。こいつがねビャーって一瞬ね打ち込まれてるんで、こいつを外せばこの表皮取れるんで、まずこいつ全部取ります。このねタッカー部分をねこう入れてマイナスで起こしてから、まあ、ベンチで引き抜くような作業をやるような感じですね。だいぶだるいですねこれ。これだるいな、めちゃくちゃある、それではねシートの表皮取れました。シートのね、まあ、暗黒部分ですね、こんな感じですね。うわ結構汚いですね、まあ30年もんなんでしょうがないです、まあ、こんなもんですね。でなんか一回ね補修されてんのかな、これ外してなんかこうやってステップ跡があるんで、もしかしたらここなんかかけちゃってたのかもしれないですね。この上からね、表皮かぶしていきたいと思います。シートのあんこ部分にねビニールをかぶして、その上から表皮を貼るとシートの表皮のね馴染みが良くなるのと、あとなんか防水機能もねあるみたいなんですよね。
じゃあ貼っていきたいと思います、まあ、表面のっけるとこんな感じで、裏がね結構引っ張るような感じかな。だいぶね短く見えるけど、はい、それではねシートの方が貼り終わりました。どうですかこれ、表面めっちゃ綺麗になったでしょ。これねシートね、やっぱね綺麗になるとね全然印象変わるんでね、良かったと思いますね。さっきね FRP でね補修したテールカウルと、あとこのシートですね、こいつを取り付けていきます。でこれで一応とりあえずねざっと、TZR レストアが終わりになります。まあ細かいところがちょこちょこ残ってるんで、まあそこに関しては、これからちょっとずつ作業していくような感じになると思うんですけど、一応レストアはねこれでおしまいですね。はい、でこのね FRP 製のね社外製シートカウルなんですけどもね、これねめちゃくちゃね状態良くなかったっすね。っていうのが、まあ、あの作り自体はしっかりしてたんですけども、あのねチリがね全く合わない、本当に取り付けるのねめちゃくちゃ苦労しました。なんでねやっぱ純正が一番ですね。まあ、今回はねなんとかつけましたけど、だいぶ無理くりで取り付けしました。はい、それではね外装電装ともに全て乗っけまして、まあこれでレストアの方セミコンプリートという形になりました。ただですねまだまあ調整しなきゃいけない場所だったりとか、確認しなきゃいけない場所、またあとナンバーのね取得もしてないので、まあ、次回以降ですね、まあそれらを含めて、あとまあ今回の TZR レストアでね、まあ、いくらかかったとか、まあ、金額の方もね皆さんとシェアしていきたいなと思っています。まあ、まだまだね見ていかなきゃいけない場所、気にしていかなきゃいけない場所もありますので、まあしっかりねあの完全復活までね見届けていただけたら嬉しく思います。前回は電装系外装系を全部車体に乗っけていきました。今までずっと骨バイク状態でねみすぼらしい姿だったんですけども、外装電装系が乗ったことによってね一気にねバイクになりましたね。やっとこれで乗れるぜ。そして今回なんですけども、ベストアスタ TZR 初公道デビューをさせていきたいと思います。まあ公道デビューといってもね、まあ、やっぱり最初慣らし運転が必須になりますので、まあ30キロ40キロとか、まあ、ゆっくりしたスピードでね、まあ、少し走行動画をね撮っていきたいと思います。まあ、それに伴ってなんですけども、まあ、今回、作業した内容、まあ、ビフォーアフターですね、皆さんと少し振り返りたいのと、あとですねせっかくレストアしたらですね、まあ、2点ほどですねちょっとうわマジかみたいなことがねありましたので、まあ、それも皆さんとねシェアしていきたいと思います。それではね行ってみましょう。はい、それではね前回ね外装と電装系全部乗っけて、一応形になったんですけども、最後ですね走り行く前ですね、まあ足回りの増し締めだったりとか点検ですね、まあ締め忘れがないかとか、つなぎ忘れがないホースがあったり配線があったりしないかっていうことを確認した上で、ちょっと試造の方行ってみたいと思います。まず先にですねあの点検の方していきたいと思います。まあ、こうやってねレストア完了するとね、うわーやったー走りたい早く乗りたいってね気持ちがねやっぱすごくあるんですけども、まあ、ちょっとそこはね一回冷静になって、まあ、こうやってちょっと締め忘れないかつなぎ忘れないかをね点検するように意識してます。割とねこういうところね締め忘れがねあったりもすることがあるんで、最後一応ですね確認ですね、特に足回りブレーキ回りなんでね本当怖いからね外れちゃうと走ってる時に、早速一箇所緩んでますね。ここだね、あのフロントフォークのところで外した時に多分上はしっかり締めたんだけど下締めなかったんだね、軽い止めしかしてねえわ。そうこういうのがねあるんでね、ちゃんとねあの走る前は増し締め大事ですね。こっちも緩んでたね、危ねえ危ねえ。やっぱりこうレストアしてるとね、まあ、バイク一周いろんなところをいじってますので、まあ、こうやってね締め忘れがあったりとかするので、まあ、最後走る前はねちゃんとこうやって確認をした方がやっぱりいいかなと思いますね。で僕なんか結構ね締め忘れするので、まあ、最後絶対確認するのは必須かなと思ってます。まあ、特にですね最近車の脱輪事故が結構ニュースで騒がれてますよね。まあ、なんでね今回ちょっと足回り特にまあタイヤ周りはねすごく気にしてやりました。まあ、本当ねこの冬のシーズンになるとねタイヤ履き替えがね増えてね、まあ、夏タイヤからスタートレスタイヤに変える人多いと思うんですけどもね、本当にあのホイールナットのねトルク管理はねしっかりしないと本当に命に関わることなんでね、まあ、あの気をつけていきたいと思います。それではね増し締めの方も終わったのでこれから試乗に行きたいと思います。ただですね実はこのバイクちょっと難点がね今のところ2点ほどありまして、こいつですねイグニションの鍵ですね、こいつなんですけど、実はねこのバイクね買った時からなんですけど
これ分かります、このこれね、すげえ硬いんですよ、これ全然動かない、オンにならないんだよね、こいつこいつね、マジでね、オンにならんくて結構やばいっすね。なんでちょっとね、こいつをね、なんとかね、分解して中の状態見てみたいのが一つと、鍵はね、イグニション機今こんな感じで横につけてます。使うし、ダメだったらね、ちょっとこいつに交換したいと思います。とりあえず今横付けしてますね。なんだこれ、話しますけどねあとですね、こいつですね、これ皆さん覚えてますか、これ前回の外装の時に一緒に交換したイグニッションコイル、社外品のね強化タイプなんですけども、こいつねやってくれました今回。あのね、 CDI とのね相性が良くないのか分かんないけどね、ピン交換して、まあ、スパークプラグ、あとプラグキャップも交換して、よしこれでもう大丈夫でしょ、点火系はと思ったんですけど、まさかのねこの新品がね調子が悪いというちょっとことが起きました。で、結構これね、使ってる人もいるみたいで、メジャーな、まあ、社外安物イグニッションコイルだと思うんですけど、なんか相性ってやっぱあんのかな。もしなんかこれ使ってる人とか、まあ、これ以外にね、TZR なんかこういうイグニッションコイルあるよとか、なんかおすすめあるよみたいなことあったらちょっと教えてください。それ以外に何でもね、アドバイスいただけたら嬉しいですね。これちょっと、ショックですね。新品に交換したのに、まあ、何よりね、途中でエンジンがね走ってる時にいきなり止まるとか、エンジンかかんねえとか、そういうのは嫌だから、これわざわざ買って交換したのに、全く使い物にならなかったとい う、 もう最悪なパターンですねこれね。はい、それでね、今ね、純正のねイグニッションコイルをね取り付けてます。まあちょっと純正の方もね、一時コイルかなんかがねあんまり調子良くない感じだったので、まあ、ちょっと近いうちに交換したいと思うんですけども、本当ね、新品交換したからっていいっていうもんじゃないんだね。まあなんか、皆さんの中でね、おすすめのね、イグニッションコイルだったら教えてください。はい、それではね、増し締めの方が終わりまして、走りに行きたいと思うんですが、その前にですね、まあ今回作業を TZR でストアしたんですけども、まあその作業をしたことによってですね、まあだいぶ綺麗になったなと思ってます。で、まあそのね、作業前、作業後ですね、ビフォーアフター、ちょっと皆さんとね、振り返っていきたいと思います。まずはヘッドライト周りですね、まあ、最初はこんなだったんですけども、社外品のヘッドライトを入れて、まあ、ネイキッド仕様になりました。でメーター周りもねすっからかんだったんですけども、まあ、こんな感じで少しね賑やかな感じになったと思いますね。初めはテールランプもなかったので、純正品の中古をね見つけてこんな感じで取り付けました。でタンク自体はそんなにへこみもなかったし、何より傷が少なかったので綺麗でしたね。なんで軽くコンパウンドで磨いて、ワコーズのバリアコートで仕上げをしたような感じですね。まあデカルステッカーちょっと傷ついてますけど、まあそこはご愛嬌で。でまあタンクの中のサビはね、ほんと最初ひどかったんですけども、花坂 G で洗浄をして綺麗になりました。やっぱ GG すごいっすね。もうほんとフロントブレーキはね、効かない、汚い、クソ味噌と最悪のね3大要素を備えてましたけども、まあ今ではねしっかりオーバーホールしたんでバッチリ効きますね。綺麗だしね、本当にいい感じです。リアブレーキもひどかったですね。もうオーバーホールしてる時臭すぎてね、ゲル吐きかけましたけども、今ではねしっかり効くようになりましたし、ブレーキパッドもしっかり面取り加工したので大丈夫ですね。フロントフォークも来た時はね、滝のようにオイル漏れてましたね。すげえ汚ね。でもまあ今回はねしっかりシールも打ち替えてオイルも交換したんで、これで大丈夫だと思います。この車外のテールカウルもね、最初バキバキでしたね。もうすごい割れちゃってるしね。まあそれをね、裏から FRP を貼って、とりあえず補修しました。で、塗装はできなかったんで、タッチアップでね、仕上げたような感じになります。取り付けもね、やっぱり苦労しましたね。やっぱ純正品が一番ですね。塗装の表面をコンパウンドで磨いて、小傷を消してバリアコートで仕上げました。シートも元はナイロンの生地が貼ってあったんですけども、合皮を貼ってパリッと見た目綺麗になりました。でエンジンすごかったですね。もうシリンダーのサビがすげえほんと汚ねえなこれ。まあ今はねこんな感じになってます。シリンダーヘッド変えたのでね、だいぶ綺麗になったと思います。で逆側ジェネレーター側見てみると、もう真っ黒ですね。ほんと汚ねえ。で今はこんな感じですね。キャブをオーバーホールしたし、ジェネレーターも一式交換したんでね。最後はマフラー周りですね。まあやっぱり液排サビひどいね。チャンバー部分もね、なんかオイルが垂れたような跡が汚かったんですけども、チャンバーを焼いてサイレンサーもオーバーホールして再度塗装をして取り付けました。いやね、こう見るとやっぱかっこいいよね。それではね、これからねレストアした TZR 走らせたいと思います。
それではとりあえず行動デビューもできました。レストア期間は約3ヶ月、費用は車体代入れて約12万円ほどかかりました。車体代が3万円に対して部品代が約その3倍の9万円ほどかかり、これを安いと見るか高いと見るかは人それぞれだと思いますが、僕個人的には10万円内で収めたかったので、少しオーバーという結果になりました。でも旧車として考えれば、全体的にネット上で部品も手に入りやすかったり、その部品の金額もお小遣いの範囲で揃えられることから、遊び感覚でいじれる貴重な面白い一台かなと思いました。ただ2ストはもうこれから数が減る一方なので、乗ってみたいって方がいましたら、値段が上がる前に部品がまだ豊富にあり情報もあって、すごくレストアしやすい環境かと思うので、今あたりがトータルいい時期かなと考えています。今回のでとりあえず TZR50R のレストアは終了になりますが、まだ残っているキーシリンダーのことやイグニッションコイル、それとエンジンをオーバーホールした時に外したあの抱きつきを起こしてたであろうシリンダー、皆さんからまだ使えるんじゃないのとの声が結構あったので、一度そのシリンダーを組み直して使えるのかを検証してみたいなと思ってます。なので TZR レストア番外編の動画も作りたいと思ってますので、こんなの見たいよみたいなものがあったらコメント欄で教えてもらえれば嬉しく思います。それでは改めまして、 TZR のレストア見守ってくださり本当にありがとうございました。皆さんからのアドバイスで形になりましたし、何より2ストバイクってエンジンの構造は単純だけどめっちゃ奥が深くて、今まで考えもしなかったようなことを考えたり新たな気づきがあったりと、ただレストアして走ってやっただけじゃなくて、物事を多方面から考えるきっかけ、気づきをくれた、これが2ストの魅力の一つなのかなとも思ってます。最後に、なんでわざわざこんな時代に2ストに乗るのか、現代のバイクにはない癖のある走りと楽しさ、適度な不便や不満から生まれる新しい気づき、便利が溢れてる時代だからこそ今あえて乗る2ストロークエンジンのバイクかなと思います。